はい、皆さん、こんにちは。本日はですね、鹿島アントラーズによるオンラインイベント、鹿ライブ、ご視聴いただきまして、ありがとうございます。私ですね、MC を務めます。先週の鹿トークに続きまして、河村太郎が務めます。どうぞよろしくお願いいたします。そして、今日はですね、おなじみの鹿島アントラーズの OB の方に MC をもう一人お呼びをしています。奈良さんです。奈良橋明さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。はい、来てます。はい、というところで最初どういうふうに奈良さん出てくるかなと思ったんですけど、はい、奈良さん今ユニフォームですか？はい、ユニフォームです。ユニフォームですか？お、まあ、当時のじゃない、まあ、僕当時はまだ所属してなかったんで、はい、あのこれ2004年かな、4年モデルの、はい、来てます、ね。あの多分奈良さんがそうやって多分あのちょっとこうおふざけで始まるかなと思ったんで、僕はあの自前のこの審判服ね、はい、ほらバッキンつけてちゃんと、すいません、いろいろすいません、あの僕はあのカードもありますんで、はい、ダメな発言、あの質問とかしたらイエローカード出してください。こっちが出ないように気をつけてください。はい、気をつけます。そこは気をつけます。あの待ってますんでよろしくお願いします。はい、気をつけます。レッドカードを出されないように気をつけます。はい、お願いします。お願いします。ですね、で今日なんですけど、実はあの5時間の長丁場になります。はい、で大まかな流れをご紹介しますけど、まずですねこのあと16時からですね、あと6分ほどですけど、YouTube の J リーグチャンネルで配信される1993年の J リーグサントリーシリーズ開幕節、鹿島アントラーズ対名古屋グランパス8の試合を観戦もいたします。うん、ただですね、あの試合はここでは見られませんので、はい、これは別のモニターを使ってYouTube 見ながら観戦するという形になりますね。昨日からで、皆さんもですね、お手元のパソコン、それからタブレット、あとは、ぜひ J リーグ YouTube チャンネルをご覧いただいて、並行しながらこちらの配信を楽しんでいただきたいと思います。ですね、でですね、はい、それが6時頃に終わりまして、その後は1時間空くんですけど、7時から NHKBS の放送があるんですが、そこまでの1時間は、はい、皆様の要望にお応えしてですね、一旦こう閉めたりすることなくて、この配信は続けて、いろんなゲストとのトークを行いながら、皆さんとお楽しみいただけるような企画をお届けしていきたいと、思っております。はい。奈良さん、長丁場ですけど大丈夫ですか？当たり前じゃないですか。奈良さん、なんか声が遠いですけど。あ、遠いですか？声遠いですか？だいぶ存在が遠くなってるんで、大丈夫ですか？いや、大丈夫です。存在を近くないですか？存在近いですか？あ、まあ、近くないです。はい、距離感近くへ頑張りましょう。お願いします。お願いします。で、7時から NHKBS1 で放送され、今度は2001年のサントリーチャンピオンシップ第2戦、鹿島アントラーズ対ジュビロ磐田の試合を、こちらもテレビ観戦しつつ、ゲストをお招きしながらトークを進めていきます。で、終了が9時、21時ということで、およそ5時間の放送ということになります。ぶっ通しです。ただずっとあれですか、もう5時間ぶっ通してお付き合いされるんですか？あ、僕ですか？太郎さん。はい。あ、僕は当たり前じゃないですか。あ、そうですか。当たり前ですよ。僕いますよ。ありがとうございます。はい。いる予定です。よろしくお願いします。でも、もうすでにですね、ゲストお二人が今、もう出ていらっしゃいますね。お二方ご紹介します。はい。まず最初第一戦ご覧いただきますけれども、OB の方ですね。まず、鹿島アントラーズアカデミーテクニカルコーチの黒崎久さん。そして、アカデミーヘッドオブコーチングの佐藤内武さんにお越しいただいています。お二方よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。長いですね。だいぶ待ってました。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。あの奈良さんがちょっといろんな質問をしていくと思いますけれども、ぜひ、いろいろお答えいただければと思います。はい、お答えられる範囲でお二方奈良さん、多分奈良さん頼みますからピーとならないようにお願いします。そこはあの気をつけます。大丈夫です。すぐこれ出ますよ、これが。はい、すぐ一発出るんで、それがこれ一発だり、はい、一発だり。大丈夫、黒さんには黒さんにはしっかりした質問しますんで大丈夫です。黒さん、逆にグリーンカードないの？グリーンカード持ってますけど多分出さないと思います。あれ出さない。ありますけどね。はい、佐藤さん気をつけてください。はいはい、はい。ただですね、いろいろちょっとご案内をしますが、まずですね、本日の企画はですね、コロナウイルスに伴う J リーグ中断中の、鹿島アントラーズがオンラインを主体にした今できることをみんなでの企画の一環で、
今回 J リーグの日の記念の記念日に合わせて行っている企画です。で、まあいろいろとイベントをご紹介をしていきますが、こういった鹿ライブ、先週鹿トークをお伝えしました。今回は鹿ライブということで、ぜひ皆さんお付き合いいただけると思っております。はい、まあ、本当にお家にいてですね、ステイホームということでみんな本当に楽しみにしているとは思いますが、まあ、懐かしの試合をこの後ご覧いただきながら、楽しんでもらえればと思っております。でですね、あとですね、でこの配信なんですけど、クラブとしては初めてですね、プレイヤーというオンラインプラットフォームを使って配信しております。でプレイヤーはパソコンのブラウザー、それから iOS で視聴が可能です。ただ Android に関してはまだ対応できていませんので、恐れ入りますが、ブラウザでお楽しみいただきたいと思います。今出ましたね、こちらです。すごい。でここにはですね、いわゆる投げ銭と言われるサポート機能がついております。ですね、たくさんいろんな方々から本当にサポーターをいただきました、サポートいただきましてありがとうございます。でですね、チームを応援したいと思っていただけた方は、ぜひ今ご覧いただいているプレイヤーの配信画面よりサポートするこれですね、これで今言うと赤色のところですね、ここを押していただくと、その投げ銭を行うことができます。でこのサポートによる収益はチームの強化、それから今後のオンライン企画の実施費用などに充てさせていただきます。でこの投げ銭を行っていただいた方に、ジーコさん、それから小笠原光雄さんのデジタルサイン入り限定フォトをプレゼントいたします。これダウンロードで、手に入れるという形になりますね。はい。でさらにですね、これ今言ったのが右です。でさらに抽選でサイン入り、今シーズンのナイレプリカファーストユニフォームを5名様プレゼントいたしますので、ぜひご支援もよろしくお願いいたします。でお支払いいただく際にコメントを打つことができますので、コメントをも目立つ仕様になりますので、皆さんにメッセージを送りたい方はぜひご活用いただきたいと思います。はい。で今4時になりましたね。でツイッターではですね、皆さんへの質問というのも受け付けていますので、ハッシュタグシカライブをつけて質問ツイートいただけた方の中から抽選で1名の方に本日の出演者によるサイン入りフォームが10名様に、同じくサイン入りタオルハーが当たるプレゼントキャンペーンを実施いたしますので、こちらをお楽しみにしてください。さあ今駆け足でお届けをしてきましたが、もう4時になりましたということで、参りますか。参りますか。さあ、ですね、この後は4時から1993年の開幕戦名古屋グランパス8の試合、これですから皆さんは音声で楽しんでいただくということになります。ですからパソコン等々で YouTube をご準備いただきたいと思います。まず小坂さん、お話を伺ってますが、開幕迎えるにあたって相当日本中盛り上がってて、実際その試合以降迎えるにあたってどんな感じだったかって覚えてますか？まあ、ワクワク、やってる方はもうどうなるかっていうか、もう必死ですね、もう。はいはい。もうどういう反応し、サポーターの皆さんがしてくれるのかっていうか、もう必死で何も考えずにやってましたけど。はい、国内が、まあ、開幕するっていうことですごい盛り上がってるじゃないですか。それはその、チームとか選手はこう伝わってたんですか？まあ、伝わってるのは伝わってますけど、まあ、本当ね、やってみないとわからないっていうのもあるし、まあ、選手としたらもう、成功してほしいっていう、その一心でもピッチに立って、やってたと思うんで。黒さん。はい、実際ね、この試合の前の夜にヴェルディとかマリノスがやってたじゃないですか。あれはあの試合見たんですか、テレビか。見てた。みんなで多分寮に集まって、寮で見てたな。はい、集まって見てたと思う。実際、まあ、これお二方に聞いたら、実際どうですか、国立すごかったじゃないですか、雰囲気が。うん、超満員で。
前日のね、ちょうど、ね、オープニングゲームがね、はい。はい。こんなになんかこう、お客さんが入るとは思ってました？まあ結構前触れでいろんな告知はされてたんで、で、いよいよ、プロリーグスタートという、もう、前夜という雰囲気だって、で、選手とかも結構やはりプロでいよいよスタートするぞという、なんとなく熱気感というか、もうそういう、まあ使命感みたいなね、責任感みたいなのは結構トレーニングの中でも感じてましたね。うん、黒さんどうでした？あ、そうです。ただ、前年に、なんだっけ、ナビスコカップだっけ、あ、ナビスコね。あ、そうか、そうか、そうか。はい。そうそう。はい、だから、まあ、ある程度、その、盛り上がりっていうのは、ね、うん、あったけど、うん、まあ、でも、ね、J リーグって本番の、この、リーグ戦とはまた違う、ね、はいはい。前年のはプレだから、うん、うん、そういう面でどうなるかなっていうのは、もう、すごく、まあ、楽しみなのと、まあ、佐藤さんも言ったように、ね、やっぱり使命感というか、なんとかプロとしてやっていけるのかなっていうか、そういうところでもうすごく、あ、まあ無心でやってたっていうか、もう無我夢中やったもんね、やってるしかなかったなんか、え、不安なとこは逆になかったですか、黒さん。え、特にないですか。不安はやっぱりあるよ、もうなんかね、逆にうまくいかなかったらじゃないけど、こう、ね、うん、でももうキックオフになったらそんなにあんまり考えなかったんですよ。そうですよね、それはね。そうか。だって僕、もう羨ましかったですもん。え？だって僕、まだほら、藤田だったじゃないですか。ああ、そうだな。ちょうど藤田の時でね。たらまだ準会員だったんで、うん、J リーグも入ってないし、見る側だったんで、はい、もうこの試合なんかもうすごい強烈ですよ、強烈。まあそうだね、だから強烈なゲームしたじゃないですか。そう、俺らもだやっぱり日本リーグやってるからね、アマチュア時代っていうか、はい、それでも経験してるし、はい、ね、はい、国立でもやったことあるけど、アマチュア時代やっぱりもう国立に2000人ぐらいしか入ってなくて、ね、ですよね、そうですよね、そうですよね、それはね、 その違い、まあ、こんなにもなんか違うのかって思いました、黒さん。まあ、それはあったね。こんなに違うのか、みたいな。やっぱり。そう。まあ、だから、本当にこうね、こう、鹿島が一つになってたっていうか、うん、一つになって、こう、きっかけですよね。でも、あれですよね、佐藤さん、鹿島もその開幕戦、多分見ればあれだけど、満員ではなかったんだよ。そうなんですか。一応1万5000人という収容のキャパの中で、はい、1万1000ちょっと切るぐらいだったんじゃないかな、公式入場者数というのは、確か記録では。だから、前日直前までね、やっぱり開幕に合わせて、いろんな、鹿島スタジアムの建設に携わった人たちとか、まあ、J リーグ開幕に向けてのその準備をされた方々とかの、やはり思いも乗せて一気に爆発したような試合だったような気がしますね。だから本当にギリギリまで、突貫工事で工事されている中を、うん、中でも、始まったという感じでしたね。本当に、ここまでこういう形でやはり27年間まで来れたよね、やっぱりそういう人たちの、思い の結集がドーンと5月16日にぶつかったんじゃないかなと思いますけども。まあでも本当に、まあそうですよね。ほら、川淵チェアマンが、そうそうそう、ね、名言を残したじゃないですか。あの名言を、うん。それでね、サッカー専用のスタジアムができて、そう。それで J リーグ入って、ですよね。本当にこうね、うん、あれよあれよという間に。本当ですよね。ね。まあ、あこがやはり一番のそういう、スタート地点というか、まあその前からそういったね、うん、いろんなみんなの関係者の、サポーターの人のやっぱり熱い思いが、ここで本当に振ってんのが頂点に達したような感じの印象は感じましたね。そうですよね。あれ、まあでも鹿島スタジアムのこけら落とし、あれ、フルミネンセで一緒にやったんですよね。その前、開幕前に。ペプシカップだったかな。うん、はい、国立で1試合と、で、鹿島スタジアムで、2試合、確かね、やりましたね。あれ、佐藤さん、国立でもやったんですか？
国立で、あのね、その前に、国立で1試合、1対1かな、国立は。1試合ずつやったんじゃないか、うん、で、ホームで、今度、2-0 で勝ったんかな。僕、鹿島の、ね、試合は覚えてるんですよ。うんうんうん。国立でもやってますよ。あ、そうだったんですね。はい。はい、やっぱり、その試合と、クロスはやっぱこう、違いました。まあ、プレシーズン。だから、プレシーズン。実はいなかったんだよ。え？いないんだよ、だから俺。あ、いなかったんですか？だから鹿島が開幕する直前まで俺、うん、あの日本代表で、あ、そっち？そう、アメリカワールドカップの一次予選とかで、うん、あ、そうだったんですか。もうそう。え、じゃあ、え、いつ合流したんですか、じゃあ黒さん。合流したのがね、多分ね、1週間前とか2週間前、うん、だったと思う、1週間前ぐらいか10日前ぐらいじゃないか、多分あの一次予選が UAE でやったから、うんうん、でその前とかも結構だからずっと2月ぐらいから、え、3月か2月ぐらいからずっといなかったんだよ。いなかった、いなかった、うん、そうそうだったんですね。代表の方にずっと行ってたから。ああ、じゃあもう全然もうあれですか、もう代表にずっと行動してて。そうそうそう。もうじゃあ、ある意味、クロさん、ぶつけ本番のような感じだったんですね。ぶつけ本番だけど、まあ、ね。そうか、すいません。僕、勉強不足ですいません、クロさん。え、勉強不足で。勉強不足で。そうだったんです。この時、奈良さんは、どうやってこう、開幕をこう、見てたっていうか。僕、もう完全にこう、あれですよ。視聴者目線で見てましたよ。なんかどっか現場見に行ったとこじゃなくて。いや、ないです。テレビで、これも、うん、これも見てました。たぶん、これテレビ東京でやったと思うんですよ。あ、そうですか。はい。これ見てましたよ。はい。これ見てました。まあ、それ相当、どうでしょう、印象的には。いや、今からもう本当に羨ましかったんですよ。はい。はい、初年度からやりたかったっていうのもありましたし。だこの試合は本当に、だからほら、ね、アントラーズにはジーコさんがいて、うん。で、まあ、グランパスには、ね、リネカーがいて、うん、やっぱりすごいこう世界的ビッグネームが2人いるわけじゃないですか。そういう意味合いもあって結構なんかすごく記憶に覚えてるというか、うん、そういうゲームですけどね。やっと今 YouTube のその J リーグチャンネルでも映像が、うん、ああ入ってきましたね。あ、入りましたね。入りましたね、うん、若いですねやっぱね、まあ、当然なんですけどあれ、これクロスは今のスタジアムとこれ逆なんですよね。逆だねこれ。そうそうそう、逆だ、逆だね。ホームがね。そうなんですよね。そうそうそう、今は向こうがあれですよね。メインですもんね。今のメインスタンドがバックスタンドだったから、ね。ですよね。そうそう、これ逆なんですよね。うん。リニアカー若いなこれ。若い若い。え、クロスさんこれ試合前のロッカーとかってと緊張感はあったんですか？あ、来た。来た。まあ、来ましたね。緊張感というかもう、行くぞみたいな感じだよね、もうこれ。じゃあ最後にジーコさんが、こう、一言言って、うん、スタジアム行った感じですね。うん、この雰囲気ですよね。あ、いいですね。うん、これあの、ね、この時チアホーンが全盛期じゃないですか。はいはいはい、はい、なんていうか選手たちはどんな感じなんですか。うわー来たってぐわーっと盛り上がる感じなのか。同じじゃないですか。もういいな。この時はもうスタンド下のウォーミングアップエリアでもうこの時もサントス選手とかももうかなりもうテンション高くなってましたから、もうおい佐藤チウォーミングアップは儀式だというような言い方を結構してましたからね。だからラグビーの世界でいうニュージーランドの墓みたいな感じのその雰囲気でウォーミングアップをやってるような感じでしたから、もうテンションは相当高かったですよ、思い出で残ってるのは。はい、最初はあれですもんね、いつもだいたいウォーミングアップの最後みんなでこうなんかね、エンジン組んでね、エンジン組んで体操してガーッとこう盛り上がってそのまま行くようなもうやっ、ね、11人が体中バチバチしばき合っていう感じで、うん、はい、で
タップを外でやんない使わせてもらえなかったっていうかやらなかったんですよね。そうですよね。うん、ピッチ上でアップウォーミングアップ。人工芝エリアのスタンド下のね。スタンド下の。これ佐藤さんやらせてくれなかったんですか。使えなかったですこの時は。あ、使えなかったんですか。もう全部人工芝エリアでアウェイチームもピッチ使うのはもう試合の時だけです。本当の90分。そうだったんですね。はい。そっか。ジーコ今映ってますけど、見てどうですか、改めて。やっぱ若いなぁ、やっぱり精悍ですね。ないだ、僕の人間に怒られますけども。佐藤さん、佐藤さん怒られますよ。怒られますね。怒られますよ。いや、ほんと、これ当時何歳ですか、何歳何歳30… 40? 40? 40か、40?40か。そうですよね。この年のゴールで。3月ですもんね、ジーコン。そうそうそう。40だ。40だ。3月までですから。ですか。だから、40になった。なったんだ。うん、黒さんはちなみに。俺おいくつだったんですか。若い。若い。24。24だったの。ちなみに、川村さんは、この時いくつでした？僕、高1です。高1のサッカー部だから、高校だって、で、高校1年でその本当に開幕したんで、もう本当楽しかった。で、僕、地元山口なんですけど、山口のその下関に小さな J リーグショップができて、オリジナルの10チーム分しかないんですけど、最初に買ったミサンガが鹿島でした。なんでかわかんないですけど。そこ運命ですね。運命共同体、ね。いや、本当ですね。運命共同体。これ、ほら。空撮。ああ、空撮。すごいね、これ。やっぱまだ、スタジアム今ほどもちろんね、大きくはないですけど。すごい。左側、今、駐車場になってるところだけど、あれ、畑だったね。そうそうそう。本当だ。本当これスタジアムの向こう側 の芝、あれ、ボクデンですよね。あれはボクデングランド。ボクデンですよね。うわ懐かしい。ちょっと皆さんから投げ銭いただいて、それもコメントも随時入れながらご紹介しますけど、投げ銭でですね、1万5000円をくださった上昇の一歩さん。ありがとうございます。今まで一番見たい試合で、ありがとうございます。楽しみますっていうふうにコメントいただきました。さあ、ゲーム始まりました。アルシンドの挑発がなびいてましたね、今ね。早速。ありましたね。当時はね、一世を風靡しましたよね。うん、これね、まあ、結果的にその大差がつくじゃないですか。でも、その試合前からそれだけ差がつくっていう感じの戦前の予想はあったんです。まあ、僕ら、コーチでベンチ入ってましたけども、やはりそういう雰囲気というのは全くなかったですね、もうとにかく、勝つということに、5点、こんな点差なんてことはもう想像もしなかったです。はい、そうか、秋田が右サイドバックだなら、そうだ、そうだ、秋田が右サイドバックだ。これこの年だけですか、黒さん。そうだね、この試合を3回にしたいじゃなかな。93年だけだね、93年だけ、うん、そうだったんですね。すごい、みんな、まあそれはそう、若いっすよね。若いね、うん、これ、あ、これが秋田スライディング変わってないですね。ええ、変わってない。そうか。これ佐藤さん、はい、これゲーム始まったじゃないですか。はい、まあ、始まってこうなんかこうベンチの、はい、まあ、雰囲気というか何もこうなんだ、まあ、やっぱりまだ緊張感に満ちてましたね。当時の宮本監督、はい、うん、で鈴木満さんとか、やはりまだ緊張感のある入りで、多分ゲームの流れのところではやはり少しジーコもやっぱりね、こういった形でスタートを切れることになったという自分のやっぱり集大成につながっている部分もあったでしょうから、やっぱりかなり緊張してましたね。まあ、緊張という言い方失礼ですけど、やっぱ集中して入ってたような思い出がありますけど。じゃあ、まあ、この後ね、点入りますけど、やっぱこう1点入ってちょっとこう落ち着いた感は、そう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 、
だそこでやはり一気にその1点目が入って一気にこうね、緊張がほぐれて本来のそういう、動きに戻っていったんじゃないかなという。これはそうなんですね。ちょっと話変わりますけど、これやっぱ今ずっと空撮映ってるじゃないですか。はいはいはい。試合映してくれよって言われたんだ。安心です。安心ですね。今じゃ伝えられないですけど。これ、あら。ああ、これね、危なかったな、ここはね。これ、まあ、黒さん、今、まあ、試合流れてるじゃないですか。うん。これ、記憶にあります？この開幕戦って、まあ、27年前じゃないですか。全部は記憶ないけど、やっぱりその得点だったりとか、まあそういうところは記憶には残ってるよね。やっぱりすごい点ばっかりだから。まあ本当そうですよね。うん、だって僕、まあ、ね、俺も実はベンチでね見てたけどさ、はい、うん。逆にあれですか、まあやっぱベンチ悔しかったじゃないですか。まあもちろん。そういう、やっぱこう、ね、うん、点数入って、やっぱ出たいっていう気持ちはまた高まりました。まあね、開幕戦だしね、それなんかチャンスあれば出たいっていうのはあったけど、まあ、まあそうですよね。まあでも、うん。やっぱ多分、その代表行った中で、多分先発で出なかったの俺だけじゃねえかなっていう、その代表行ったメンバーの中で。そうだったんですね。来た。惜しかったですね、これも。少しかつてって感じで。全くか。だから黒にとってはね、やっぱり代表での、活動が中心で、まあ、チームの立ち上げ期が準備期の時に不在だったということも、やっぱりちょっとね、今、チームのところ、ここは、この5月16日に向かって作り上げた中で、ちょっと不在だった、代表で不在だったということが、こうね、悔しかった時間だったんじゃないかなと思うけどね。まあでも、そうか、まあ代表は代表で大切は大切でしょうけど、もちろん間違いなくね。いや、コンディション、ある意味そういう、ね、そういうプロの厳しさじゃないけど、やっぱりね、チームスポーツだし、サッカーの、こう、ね、やっぱサッカーとどういうものだっていうのをやっぱそういうところで、ま、うん、学ぶこともできたし、うん、ね、やっぱり、あ、本当にそうですよね。やっぱチームあってのね、プレイヤーっていうか、あれだし、うん、うん、そういうのはすごく感じた部分もあるし、うん、ただ出た時にね、そう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 、やっぱり何ができるかっていうのはすごい大事だから、うん、そこはベンチにいながら、いろいろこう考えてたんですか、黒さん。え？まあ、試合見ながら、まあ自分、まあ、自分が出たらこうしようとか。まあ、もちろん、それは、もう どんな選手でもみんなそうでしょ、今でも。まあ、まあね、自分が試合出たらっていう。そうですよね。投げ銭でですね、いただいた方で、高校選手権の宇都宮学院の黒さんが僕のヒーローでした。おー、というか投げ銭いただいています。あとね、ちょっと今、投げ銭をすごいたくさんの人からいただいてて、本当に皆さんから、どんどんこう、僕、コメントを読もうかなと思うんですけど、バンバンいただいてて、本当に皆さんのサポートありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どんどんまた入れていただきます。いやもう僕の中でもすいません。本当にありがとうございます。もう、うがくの黒崎はヒーローです。ねえ、里内さんね。ヒーロー、ヒーロー。もう、本当に。何ですか、もう、J リーグの試合と全然関係ないから、それも。すいません。すいません。ヒーローでしたよ。あ、これじゃない？え？違うのか？リネカー、なんか、チャンスがあったの、一発あったよね、0-0 の時に、なんか。これ、リネカーいくつぐらいなんですよね。これ、リネカーはいくつぐらいだったかな？これ、1990年がちょうどイタリアワールドカップで、イングランド確か結構いいね。この時出てて、うん、それから3年後だから34、5ぐらいじゃないかな。ね、ね、そんなもんやね、うん。まあでもやっぱりジーコの方がね、ジーコさんの方がまあね、うかくというかね、今でもね、名古屋グランパスの方にはブラジル戦ジョルジーニョとこれピッタか2人が、僕、ね、僕さっきピッタをあれ藤田でやってるんですよ。やってるよね。ああ、ピッタ、ああ、
やってるんです。ね。うん、はい。だそういう 目で見てました。ピッタとジーコさんがやるっていう。ね。うん、はい。なんかでもあれだったよね、多分あの試合前のミーティングの時にジーコがあれ、うん、あのピッタに気をつけろってなんかず、うん、なんか言ってたのを覚えてるな。あうんうん、ピッタからのパスと、まあ、あとはジョルジーニョもいるけど、そこを抑えろみたいな感じでね。でボールの出所がね、全部そこ で, 出所そうで、フィニッシャー、リネカーという感じでね。うん、それはミーティングで言ってたんですか、マサカツさん。マンさん、若いな。リネカーよりもそっちの方が、ね、若い、ね。マンさん、若い。若すぎ、若すぎ。あ、そうだったんですね。うんうん、そっか黒崎さん、その後ろのユニフォームはご自身のですかっていうのちょっとコメントできてたんです。これですか。はい、これいやちょっと知り合いから借りてきたもんです。自身のやつじゃないんですけど、すいません。でもあそうです、本物、本物です。あ、本物ですね。その当時93年バージョン。はいはい、はい。僕でも佐藤さんのエーレの当時のエーレもあったじゃないですか。はいはい。もうあれ大好きだったんですよ。ああ、エーレのね、うん、そう、なんか元祖みたいなね。ちょ色がこう何、エンジというか。エンジっぽい感じ。そう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 。うね、そうそうそう、うん。あれ大好きだったんです。あれのね、一番のあ憧れましたもん。うん。本当。ジャージとかもね、かっこよかったですもんね、エーレがね。うん。うん。うんうんうん、かっこよかった、かっこよかった。そうですね。いや本当です。いい芝生もいいですね、これ。いい芝生で、ね、うん、え、黒さん、これ当時って結構なんかちょっと芝が長いとかちょっとこういろいろ言われたじゃないですか、うんうん、多分長めだったと思う。2.5 とかそんぐらいでしたっけ。確かちょっと長めに、ちょっと長めに、うん、設定したんで、ね、設定はしてたはずです。鹿島スタジアムは北海道のやや長め の、うん、カットだったような気がします。まあ一つはやはりセットプレーとかの、精度上げるということもあったような話してたと思い出しますけどね、うん、キックの、置いたボールちょっと浮くから蹴りやすいっていうあれ、うん、フリーキックなんか特にそういうことなんですね。これでもあれ、まあスタジアムで試合前に、はい、例えば前日とか、もう練習全くできてないんですか。しない、しない、しない。あ、全然ですか。前日練習とかはまだこれ多分芝生とか、あと周辺がまだ工事してたと思うんだよな。だから入れなかったんじゃなかったかな。あ、そういうことなんですね。ああ、そういうことですか。前日練習っていうのはした覚えないな。うん。2年。ないですね。2年後ぐらいからですかね、94年とか5年ぐらいからですかね、前日練習みたいっていうか、なんかちょっとスタジアム使ってやったの、うん、練習とか。スタジアムの芝とかも、ある意味、ぶつけ本番だったんですね。で、もうこの時クラブハウスもできてたしね、だからそういった意味じゃ、クラブハウスの芝も最高だったし、うん、だまあそういう意味で、ちょっとロケーションのところとか、そういう位置というのは確認しづらかったでしょうけども、多分、うん、スタジアムではやらなかったように思い覚えてるけどなという感じですね。そうだ、うん、じゃあクラブハウスの芝と、うん、このスタジアムの芝、まあ、これは同じにしてたはずですよ、この頃は。やっぱりそうだったんですか。この頃は、まあ、冬芝は冬芝だけども、うん、夏バージョン、冬バージョンで、クラブハウスもやってたはずですし、うん、はい。じゃあそこはあれですね、こだわりがあったというか。そう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 、ね、そう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 、で長めにして、で結局、うん、後半になると相手が疲れてくるじゃん、やっぱり。はい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 、うん、そういうのも多分ジーコとかがやっぱり考えて、うん、芝の長さとかなちょっと長めにとか言ったじゃん。あれこれあなんかほらさ、どっちでしたっけ、なんかマリノスと試合やって、うん、ほらなんかマリノスのあれ、あれ、サントリーシリーズでしたっけ。そうだよ。ですよね。ファーストステージで。あれ、3人ぐらい、ほら、ピッチそ、ね、外出て。はい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 。バイク取り替えてる間にね。バイク取り替えてね。そう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 。そう。3人ぐらい。出て、その時、え、で、あれですよね。得点したんですよね。得点した。俺が点取ったんだけど。あ
俺が点取ったというか、アルシンドがシュート打って、でキーパー弾いたのを俺があのこぼれ球で点取ったっていう。いや、黒さん、違いますよ。そこにいることが大事なんですよ、黒さん。まあもちろんね、狙ってたけどね。黒、そこがいることが大事ですよ、それが。え？そう。そうだったんですね。そうか。やっぱ相手にするとやりにくさはじゃあったってことですね。じゃないかなと思うけどね。そう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 。で、やっぱり裏狙うからさ、芝長いとやっぱり止まるじゃん、ボール裏狙って。背後を狙って。そういうのはあったね。当時は今みたいにあれですよね、ピッチにほら、水まくとかなかったですね。もう全然そういうあれは発想なかったでしょ。ああ、うん。これ、秋田のロングスロー。投げるな。あ、ダメだね。うん、そうだったんですね。じゃああれですよね、ボールもほら今こう走るとか言うじゃないですか。はいはい。じゃあボールもこうなんてこう走らないってあれなんですけど、こんなにこうね、やっぱりそう走らないっていうか長かった分、やりづらさっていうのはあったんじゃないかな多分、うん、特にアウェーのチームはね、鹿島スタジアムで、うん、やるときはやっぱりそうだったんですね。そっか、これ佐藤さんね、はい、これフォーメーション前は、うん、アルシンドと前は長谷川とアルシンドでね、これいろんなまあ見方あるでしょうけども、守備ラインは4人で、で本田を真ん中アンカーに入れて、で右にサントス、左にどちらかというと石井ちゃんがいて、うん、でその3人のちょっと前に中盤ズイコがいて、で長谷川とアルシンドが2トップで、イメージ的にはそういう感じだったんじゃなかったかなという感じするんだけども、うん、あ、取った、そうだった、そういう感じじゃなかったかな、そう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 、ね、そうです、で相手ボールになった時に、はい、アルシンドと長谷川が一気に戻って、ズイコは前線で残って待ってる言ったら、あーボールを受けて、そしてまた今度マイボールにズイコ渡ったら全力でアルシンド、ハセが飛び出していくいうイメージで、サントス 4-3-1-2 みたいな感じで、そういう感じです、3ボランチじゃないけど、ね、うん、そんな感じだったんですね、結構トップ下で、うん、そうそう、そっか、配球はもうそこからもう鬼スルーパスがバンバン出てたいう感じだったけどね、うん、まあ走れば出てくるってやつですよね、そう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 、そうそうね、うん、もうは言われよく言われたもん、もう走れって俺が持ったらゴールに向かって走れって。でもとにかくやっぱ本当に出てくるからね。あ、まあそうですよね。とにかく信じて走れと。そう、もう走れって。うん。あ、じゃあもう。あ、これやったよな、オフサイド危ないシーンよね、リネカーのね。うん。うん、お、本当だ。ガヤさん映ってる、ガヤさん。ガヤさん。ガヤエイジが。この時の審判は、まあ、そこは正弘さんやね、黒。そうですね。栃木出身。栃木出身の、そば。栃木。そうか、栃木住んでる。そうですね。これね、すいません。あ、これまたちょっと、はい。話脱線していいですか？はい、思いっきり大丈夫ですよ。すいません、僕聞きたかったのは、92年、イタリア行ったじゃないですか。はい。イタリア。あ、93年。あ、93年か。はい、で、はい、ほら、クロアチアってやったじゃないですか。ああ、強かったな。で、ほら、でも聞くところで、ジーコさんが、すごい激怒したっていう、あれは本当だったんですか？本当ですね。もう、首筋の青筋がもう、ボコーッと、もう血管が浮き出るぐらいの、怒りようでしたね。なんかそこからこう、こう変わったっていう。そう、クロアチアの試合がね、ちょっと俺も、あれ思い出したんですけども、4月12日にあったんですよ、ほぼ1ヶ月前に。うん、うん、で、それで、スタジアムが、元、リゴさん、知っての通り、ウディネーゼやって所属されたでしょ、イタリアのセリアの時は。はい、で、そこのスタジアムで、まあ、ある意味じゃ、凱旋、スペイン、イタリアでの凱旋試合みたいな。で、それで、当時クロアチアはユーゴスラビアが分離して、FIFA から国際試合の禁止というのを受けてたと思うんですよ。で、それで、とにかくヨーロッパで頑張ってる、活躍しているクロアチア選手を集めて、どこの相手でもいいから試合がしたいという
状況だったというふうに思います。でそれでちょうどウディネーゼ の, あのスタジアムでちょうどジーコも来るということで、まあ、あの向こうのクラブともうまく話をまとめながら試合ができたんじゃないかなと思うんだったはずですね。でクロアチアからすればもうどんな相手でもいいから選手を集めてやはり代表チームの強化を進めないといけないという話で多分、まとまったと思います。はい、じゃあこれ結構ビッグネームもいたじゃないですか。いました。あのヤルニとかオバーンとか、ね、シューケルとか、あのこれが98年のフランスワールドカップかな、あの時3位になった時の母体となるメンバーでしたよ。あ、そうだったんですね。ほぼほぼ、はい、ゴールキーパーもそうやったな、確か。あの試合本当にね、ジゴさん本当に激怒したのかなって思って、まあ、あの試合が一つやっぱりきっかけをダメだという感じでね。あ、じゃあきっかけをこう作ってくれたような。そうですね、もうやはり、まあ、常日頃から勝たないと意味がないんだプロはということを口を酸っぱくして言ってましたから、それのところがいざとなれば1対8という大敗でしたから、いわゆるもう一つそれ以上にあったのがやはり覇気のなさとか戦う姿勢、そういう気持ちのところがやはり試合を通じて見れなかったところが要件ムカついたじゃなかったかなと思いますね。そうだったんです、うん、そうか。じゃあやっぱりその住金の時から比べると、そのジコさん来て最初は何言ってんだって感じにちょっとこう持ってた感じもあったかもしれないですけど、徐々にそれはこう浸透してた感じだったんですか。そうですね、はい。でも当時宮本監督とかともそれのクロアチア戦以後は毎朝練習始まる朝食終わってすぐジーコさんで宮本さんでマンさんで僕と、うん、でアベリアキーパーコーチでサントスで、その6人が集まっていつも今日はこういうトレーニングやろう、こういう練習やろうで、こういうふうにスケジュールでもうピシッといいかこれでいくぞというのをもうみんなでこう合議制みたいな形で練習スケジュールを組んで、うん、トレーニングしていった思い出がありますけどね。あ、はい、黒さん実際その近くで、あ、ごめんなさい、あ、いいぞ近くでこう本当にそのプレーしてて実際は どうだったんですか。まあ、間近で見るわけじゃないですけど、キック一つ一つの、まあ、本当にこうシンプルなんだけど、まあ、本当こう正確性というか、なんつったらいいんだろうな、やっぱりもうやっぱボールにこう魂が乗ってるじゃないし、乗ってるっていうか、まあ、もう本当パス一つにしても本当こう、うん、受け手のやりやすいパスっていうか、受け手が次どうしてくれっていうのをこう伝わるパスっていうか、メッセージってやつですか。そう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 、うん、ね、なんでやっぱ本当にこうボールにこう魂っていうか乗り移るんだなっていうか、うん、気持ちっていうかね、うん、そういうのをすごくこう感じたね、やっぱり、うん、まだその頃今ほどこう映像がこう、ね、進化してないから、余計になんていうかな、こうすごくこう斬新というか、本当に全部目新しかったんじゃないですか、いろんなその考え方も、その蹴り方も全部そうですけど、どうですか、その辺。なんつうんだろう、でもまあ、ね、自分もやっぱそういうところだと、ね、代表でやってて、でまあ、いろんな海外の選手とかと やるじゃないですか、やっぱそういうプロの選手とかと、うん、やってもやっぱりジーコのその何て言うんだろう、まあ、技術もそうだけど、やっぱその雰囲気っていうかオーラというか、やっぱそれは全然やっぱり違う、うん、あそういう自分が今まで対戦したそのね、海外の選手とかと比べてもやっぱり違ってたっていう、うん、黒さんやっぱり一番最初に会った時やっぱ緊張しました。一番最初会った時、はい、はい、ジゴさんと顔を合わせた時って、一番最初会った時すっげえ緊張した、うん、一番最初会ったのが、はい、多分住金に来る前かな、うん、来てからかな、90
91年かなんかの1月に、あの、静岡で、俺まだホンダだったんだけど、はい、静岡選抜と、そのブラジル選抜っていうのが試合やったのね。はい。はい、その時にブラジル選抜に、あの、その日本リーグ時代のブラジル人と、プラス、あの、ジーコが一緒に、そのブラジル選抜のチームと対戦したの。で、その時に初めて会って、で、こう、ちょっとコンタクト取ったっていうか。そうだったんですね。うん。じゃあ、あれ、当時は。じゃあ、当時、ホンダっていうことは、じゃあ、鹿島に来るとは、その時、まあ、思いもしてなかったってことですよね、黒さんね。鹿島には、でも、その時もう話もらってたと思うんだよね、鹿島から。あ、そうだったんですね。うんうんうん、そうだったんだ。そう。やっぱり。その時にあって、はい、うん。もうすげえ緊張したっていうか。もうオーラありありでした。もう近寄れない。まあ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 そうですよね。だって僕も近寄れないですもん。今、こうクラブハウスとか行っても。唯一、野見山さんが隣にいて近寄ってた。そうだったんですね。え、佐藤さん、こう、ジーコさんってこうスタッフにはどういう、こう、接し方だったんですか、日本人。あ、来た当初。はいはいはい。まあ、やっぱりちょっとこう、やっぱり表情がああいうふうに、ちょっとあの、ストイックな表情なんで、やっぱり近寄りがたいことは近寄りがたいがあってですよ、うん。どう話しかけていいのか、どういうふうに何を考えてるか、やっぱまだ当時、ポルトガル語とかそういうのは全然まだみんなもわからなかったですから。はいはい。だから、やはりそういうふうに、まあ、通訳、その時、鈴木さんが、パートタイムみたいなのに来られたのかな。で、それで、僕はちょうどセントラルホテルでジークが来て、しばらくちょっと、あの、契約、スミキンとの契約前ですかな、当時のスミキンの契約前の時に、ちょうど、鹿島市のところを案内しろという平野さんから確か言われて、で、それで、どこ行ったらいいかなと言って、通訳にその時、ジョナス、シケーラ・ダッシルバーがおったんですけども、まあ、覚えてる人はいると思いますけども、それがちょうど通訳でついてきてもらって、鹿島神宮まずついてきましたですよね。で、ああ、日本こういう文化があるのかという話で、こうちょっと、見て、その後、スミキングラウンドとか、ああいうところ、ちょうどまだスミキンの頃でしたから、来た時にそういう場所とか、あと、新浜にあったら練習場を案内したりとか、ここが練習場ですという感じで連れて行ったりし、案内しましたね。それが思い出ありますけど、その時もなかなかやはりこちらから何を話していいかというのは全然いけえいう感じの雰囲気でしたから、はい、緊張感ありありでした。佐藤さん、はい、緊張感ありありでした。緊張感ありありなんで横に座ってて俺が一人大汗かいてるんだというそういう感じでしたね。はい、まあ、そのぐらいのオーラありますよね。ありますありますあります。もう本当にビビりまくりでしたよ。これがあります。これです、これです。はい、ドン。あ、これだ。これ。これの一発目のね、ここで一気に。どうだったんですか、お二方。この入った瞬間のスタジアムのボルテージは。まあ、すごかったですよ。もう。すごかったね、これは。この時はすごかった。これね、今、コメント、はいはい、このプレイヤーの方のコメント見てても、はい、これ実際の試合見てるかのように来たーとかジーコーってコメントがすごいんですよ。やっぱ本当に強烈ですもんね、このシュートね。あれ強烈ですもん。強烈だし、ジャストミートのドンですから。でもさ、あそこにこぼれるっていうのがすごいでしょ。あそこにいるって。あのサントスとかとこうワンツーして、でね、アルシンドにスルーパス出そうとしたんだけど、でこぼれて、あそこにこぼれてくるっていうのをこういうもう多分予想してんだよね。予測してるっていうか。あの、今コメントでジーコ様に投げ銭したいって来ましたね。いや、どんどん投げてください、本当に。いや、投げてください。お願いします。本当に。ありがとうございます。すごいな。すごいですね。もう渾身でしたよね。今、一撃。一振り。一振りですよね。一振り。これはすごいわ。何回見ても。テレビのこうニュースとかでもね、ジーコが先制点で、これでしょ、うん、これ、だからもう、インパクト
すごいじゃないですか。本当にね。まあ、インパクト大ですよね。大大、ね。はい、これはね。うん。ああ、本当に。もう文句ない。すみません、投げ銭ちょっとご紹介します。1万円の投げ銭いただいた方いらっしゃいます。ちいさんです。いろんな企画をしてくださってありがとうございます。早くスタジアムで試合が見られる日が来ますようにとメッセージいただきました。で、まだどん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 本当にたくさん来ていまして、私もご紹介できてませんので申し訳ありません。まあ、で、さらにですね、質問も、お受けしております。このプレイヤーの中でも大丈夫です。あと、ツイッターでもですね、メッセージ、質問をお待ちしております。で、もちろん、このプレイヤー内で投げ銭。投げ銭、ちょっとなかなか、分かりにくいという方もいらっしゃるようですけれども、ちょっとうまく、こう、サポートはこちらというところから言っていただくと分かるかなと。これ、気がしたね。あとですね。これ、僕の気がしたよな。100円の投げ銭もいただき。これ、ごめんなさい。奈良さん、ごめんなさい。1個紹介します。はい、物心ついた時からアントラーズが大好きです。ずっと応援しますといただきました。それから、サコサコさん、5500円いただきました。イタリアのどこかのチームと親善試合できるような、コロナ後のアントラーズを待望しています。ジーコさんがムカつかないような試合をいただきました。まあ、本当にアントラーズファンもその昔から見てる人多いですし、あとコメント見てると、こう、なんだろうな、小さい時にいましたって、それこそソガータ選手なんかもね、ここにいましたからね。なんかそういうところ本当に昔からのファンっていうのは本当に多いんですね。そうか。でも、ソガちゃんは何歳なんだろう。もしかしてスタジアムにいるのかな。これ、いるんですよ。いたはずです。あ、そうなんですか。いるんですか。そうなんです。小学校の確か、4年生かなんか5年生かな。なんか、はい。そうそうそう。で、見に行ってたって。そうそうそう。あ、この中に。ですよね。曽我畑仁志さんがいるんですね。いますね、スタジアムに。で、その曽我畑さんの仁志さんの、はい、仁志さん。息子さんの照君が今、アントラーズのジュニアで頑張ってます、5年生で。はい、すごいですね、親子ね、親子代々で。小笠原光雄さんの息子さんも、照君と同い年で、曽我畑仁志さんの息子さんと同い年ですね。楽しみですね。楽しみですね。2人がね、ね。アントラーズのピッチ。これね、佐藤さん。はい。これ、奥野さん結構この怪我って、怪我で負傷交代したじゃないですか。はい、ジャンプして着地の時にね、足首に。結構これ、はい、長かったんですか、この後。結構長かったですよ、これ。ガクンとこう、ジャンプして着地の時に足首ひねってますから、はい、結構どれぐらいかかったのかな、5月15日から結構1ヶ月ぐらいかかったような気がしますよ。あ、そうだった。で、それで、ここで、秋田のサイドバックから、センターバックへ、入って、で、入りが左サイドに入って、ガヤが右に回ったのかな。そういうことか。うん。あ、ガヤさんが右行ったんですか。そうです、確か。あ、ガヤさんが右。入りは左利きだもんね、黒。あれ黒さん。で、これです。うん。あ、これフリーキー決まったよね。うん、これか。はい。これ。これはフリーキックもすごかった。これだから、いよいよ本当、神様コースですよね、佐藤さんね。うん、もう。これは、すごいですね。これはすごかったな。何回見てもしびれますよね、これね、うん。このポストを舐めてくるかも。これほら、前日に、まあ今もほら、選手がフリーキックの練習とかやってるじゃないですか。はいはい。ジーゴさんって、前日どんぐらいやってたんですか？この頃はもうやはりね、ただいつも言うのは、その、選手時代はもう毎日のようにやはり、練習後にやっていたと。で、まあ今はもう、これはもう、この頃はもう年齢もね、結構やはり40歳で、だから昔のそういう、積み上げたものを確認する意味では、たまにフリーキックやったりしましたけども、それよりも、あと、もうこの93年、94年、95年とこういたときに、若い選手たちにフリーキックの蹴る、ああいう、ポイントとか、蹴り方とか、気持ちの置き方とかいうのは、指導されてましたですね。じゃあ、当時はどういった選手にこう教えてたんですか、ジーコさん。一番この時でしたら、フリーキック蹴る選手、まあ、ほとんどはもう、アルツィンドとか、あと、黒なんかも結構、
一緒に蹴ってなかったっけ？黒さん、音がミュートになってる。黒さん、はい、ね、俺、30メートル以上ぐらいのところしか蹴らせてもらえなかったから長距離砲で、ズドンと黒さん、その長距離砲とかも結構、なんかこう、指導とかあったんですか、ジーゴさん。蹴り方とか、まあ、蹴り方とか、はい、まあ、そこまで詳しくは、そういうあれはなかったけど、まあ、長距離砲はもう、結構得意っちゃ得意だったから、もうそれはそれで。ジーゴさんも、じゃあ、お前に任せたっていう感じだったんですね。長距離砲、遠いところはね、そうだよね。とにかく枠に飛ばせじゃないけど。ああ、それは言われてたんですね。そう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 。で、セカンドボールをはいはい、こぼれ球を狙いに行け、みたいな。うんうんうん、そうか。これ実際そのベンチでは、まあ、全体の雰囲気はそうですけど、ジーコのこの2点で、なんていうか、いけるどころかもう今日もこう、うん、完全な上げ上げムードだったんですか？いや、そんな感じはなかったですよね、でもね。まだやはり前半終わって、やはりもう一度やはりリセット入った時のことを、やはりまだゲーム終わってないぞというのはもう常々鼓舞してたはずですよ。ああ。そうだったんだ。結構だから当時から言われてたんじゃないかな、2-0 とかはやっぱ怖、まあ、2-0とかは、ね、そういう話は多分ミーティングとかでも 2-0 の怖さっていうのは多分ジーコとかは話してたと思うんですよ。じゃあまだ、あ、じゃあもうあれですね、あ、ごめんなさい、その開幕戦だけどもその時点でもうそのジーコを教えてきた、まだだから気を抜けないというか、まだ終わってないし、うん、まだ戦ってるっていうのはちゃんと、うん、もうこの時点でね、浸透してたんですね。結構この試合、このね、この試合でも結構まだまだ終わってないし、集中とかいうことを結構ピッチの中で走ってるはずですよ。で、他の選手がたまにちょっとこう気の抜いたようなプレーとか少し緩みがあったら、ああとこうブラジル人特有のああという、ああ走ってね、ああですね、はい、ね、それでこう気づかせるというシーンが何回かありましたから。はい、もうだからもう常に 0-0 の状態ですよ、うん、あ、常に 0-0 の状況っていうか、もう、うん、もう取るときはもう点を取るっていう、そうか、うん、その代わり失点はもう絶対しないっていう、うん、そういうところですよね、うん、どんなあれでもどんな時間帯っていうかあれ、うんうん、どんな状況になっても里石さん、ブラジル人選手って、はい、どんな時もこう 0-0 って言いますよね。やっぱり、やっぱり90分試合終了の笛が鳴るまではもう絶対気を緩めるなという言い方はみんなするね。そうだったんですね。そっか、そうだ。あとね、ジーコさんって結構負けず嫌いじゃないですか。負けず嫌い。これ前日のほら何こうツータッチとかあるじゃないですか。はい、あれって本当にジーコさんが入っってるチームか勝たないと終わらないって、あれ本当なんですか？まあ状況としてはありましたので、反対にそのレフェリーやってるコーチングスタッフなんかもうボロカスでしたね。もう張りのむしろもうマトリック、言葉のバリ造語のマトリック状態、本当に。例えばそういう時レフェリーは誰やるんですか？まあ僕がやったりマンさんがやったりとかね。はいはい。全ちゃんとかやってなかったんですか？長いし全。全ちゃんやってたかな。入ってたか、うん、ああ一緒にプレーしてたからな。そうそう、うん、本当思い出しますけどね。なんかいつもで、なんかその当時用具係だったマスカワ君、はい、マスカ、はい、そうだったんだ、うん、マスカワ確かに93年に入ったのか、この年入ったよね。そうで、マスカワも用具係も一緒にその通達ギフ、そう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 、入ってていつも事故に怒られてたもん。マスカこの時入ってきた選手って秋田さんと奥ちゃんですか？奥ちゃん、奥野と秋田は一緒でしたよね。この93年の時入ってきたんですか？90、そうそう、うん、93年やね。そうか、92年の時はいなかった、まだ入ってきなかったから、うん、じゃあマスカワさんも同期ってことですか？同期、
で、この年確か、コーチで、関塚隆さんも入ってきたんですね。移籍したのかな、移籍してきたら言うのかな、早稲田の監督からね。そうだったんですね。古川もそうですよね、ブラジル留学してて。まさね、そう。まさ、古川キーパー。古川ね。え、じゃあ関さんベンチにはいたんですか、佐藤さん。関さんまだこの時はまだね、来てまだこの頃のタイミングだと思うね。で、それでベンチにはちょうどサテライトチームの昔あったでしょ。あった。うん、あっちの方の責任者みたいな形でやってたようなはずです。確かそのはず。うん、ちょっと投げ銭またすみません、ご紹介します、はい。また1万円くださった方がいます。大作さんという方です。そのずっと応援していますします、いただきました。その他匿名の方でも1万円それから5000円もいただいております。あとは翔さんですね、小さい頃テレビを見ていた記憶がありますが、改めてフルで、見られて嬉しいです。早くスタジアムで観戦できる日が来ますようにといただいております。メッセージ、それからツイッターはハッシュタグシカライブでメッセージを募集をしておりますので、どんどんお寄せください。で、うまくまた質問等々も私のところに来るようになってますんで、お寄せいただければと思います。本当にたくさんの方が投げ銭もくださってますね。ありがとうございます。ありがとうございます。あとちょっとさっきコメントがあったんですけど、意外とまだこの時そのユニフォームを着て、これだから赤いユニフォームを着てる人はそんな多くないっていうか、まあ多いんですけど、今ほどじゃないですね。そうですね。真っ赤に染まってないですもんね。逆にあれですよね、旗の方が多いですよね。旗がね、旗のあれ方が結構多いですよね、この時は確か。旗とチアホーンね。ああ、チアホーンね。やっぱそうです。今僕だからこっちの映像を見るために音を消してるんですけど、これ多分相当チアホーになってますね。なってました。はい。いや、あれ本当すごい、なんかこう、家で買ってブーってやると大体お母さんに怒られる。うるさすぎて。緊張迷惑だって。あれですよね、ほら。なんか南アフリカの時のほら、ワールドカップの何でしたっけ、ブルゼラ、ね、ブルゼラね。あれみたいなもんですよね。うん、当時流行ったもんな。流行った。ね。チアホン。こう見ると相変わらず、ハセさん、打点高いですね。高い。滞空時間が長いからね、ハセ。すごいっすよね。うん。もう、クロさんとハセさん、もう半端なかったっすもん。俺はそうでもないでしょ。いや、ほんとに。黒を立っとってもそのままドン立てとったから迫力が2人あったじゃないですか。そう迫力が、うん、そうすごかった。すごい顔の迫力と言いたい。いや違う、僕は何も言ってないですよ。何を言ってるんですか。そう、これ黒さん、はい、ごめんなさい、黒さん、どうぞどうぞ。質問を今言ってたのが、はい、こうそのキャノンシュートは通学で鍛えたからですかみたいな感じでコメント言ってました。高校時代の通学時代に鍛えた。通学。はい。なんでその通学を知ってるんだろう、その人は。それもあります。それもありますって。通学、高校時代、はい、1時間半かけて、1時間半かけて、はい、自転車をだいたい45分、だいたい20キロぐらいなんだけど、はい、20キロぐらい、それを45分ぐらいで通ってたっていうか、でそこからバスで乗り換えてその高校まで行くんだけど、45分自転車、45分バスみたいな感じで通学してた。そう。自転車はあれですか。モーター付きの自転車ですか。ないよ、そんなこと。ない、ないか。ないよ。なんつうの、ここでこう、ギアチェンジするやつ。ギアチェンジするやつですか。今の若い子、知んないだろうな。ちなみに、ギアは5段、6段、どこまでだったんですか。5段だったかな。5段まで。
五段で一番重くして、で、あの、家がまあ 山の方にあったから、はい、行きはあの下りなんだけど、はい、帰りが上りで、もうそこでもう一番重いのでこう帰ってった。え？上りの？それで、じゃ自分で無理やり負荷かけてね。じゃあそれ、それがあってからのあのキャノンシュート。キャノンシュート、まあ足腰が鍛えられたね、やっぱね、あれ。それを3年間ですもんね。おロちゃん映ってるやん。映ってる、ほんとだ。映ってる。映ってる。24歳 ?25? あ、5?5 になったばっかりぐらいだけど。5月生まれだから俺。こっちの手前はマナカさん。あ、マナカさん。マナカさんも若い。黒さんの髪型が何とも言えないですね。昔っぽい、なんか。昔っぽい。昔っぽいなんかね。若いな。ガヤさんどんどん来ますね。来てますね。ガヤさん。待ってったってガヤエイジだから。ガヤ左だったんだな。左です。あ、そうか。右、あ、右、ごめんごめん。右が入りだった。そうそう。失礼。でもガヤもでも左利きじゃないですよね。うん、右利きですよね。うん、右利き。イリーさんは右利き？イリーは左利きやったね、彼は。うん。そうか。イリーも右利きじゃないですか、あれ右利きやったっけ、左で、左利きじゃなかったっけ、だってあれ、イリー一番最初のあのナビスコじゃないけど、カップ戦のアントラーズの初ゴール決めた選手だよ。はい。あ、イリーさんもそうだったんですか。あれ右でシュート打って、右だったっけ、確か右じゃなかったかな。そうだったんだ。これまさやな。イリーさんの9っていうのもな、なんかね、やっぱりコメントも、石井さんが映って石井さんのプレイで、石井さんで結構盛り上がりますね、石井さん。で、その9番。石井さんだって、そうだよ。石井さんだって9番だもん。そう。開幕。そう。そう。やっぱりね、あの、石井さんっていうと、僕の中ではあの、サントリーの駒場での、あの、ほら。あの優勝決定の。はいはい。あれが。ミドルシュートね。はい。うん、あれがすごく覚えてるんですけど、うん、石井さんでもすごいからね、その前のジェフ戦でもすごいの決めてるよ、ミドルシュート。あ、そうだったんですか、うん、これほんで J リーグの時って、これ背番号最初開幕当初は、うん、あれやったよね、自分の背番号じゃなかったよね、固定番号じゃないですから、ね、固定番号あれでね、うん、1番から先発が11番までのやつを来て、サブの選手が10、そういう時代ですからね、はい、だから石井ちゃんが9番というのは、まあ、巡り合わせてみたいな、はいはい、だったはずですね、うん、だから22番とか、今みたいにああいう35番とか、そういう選手いないはずですよ。そうですね、だから秋田が10番つけた時もあったですもんね。そう、固定番号じゃ、うん、固定番号だから、うんうん、黒さん、その10番つけてポジションはどこやったんですか、秋さん。誰が秋さん10番つけて。10番つけて、あいつ、サイドバックかな。あ、それ、それサイドバックだった。やったような覚えあるよ。1試合だけ多分10番つけたことあるんじゃねえか。もちろん、その時、ジーコさんは試合出てないですよ。出てない。出てないですよね。ジーコいないもん、ね、うん。あ、そうだったんだ。うわ、この。前半終了。前半終了しましたね。これほんで面白いんですけども、ジーコさんの、はい、このユニフォームの M と書いてるのが少し赤いでしょ。他の選手は白ですけども。で、これの、このプロ魂というのがね、ありまして、なんで J のリーグなのに NL を着ないんだ。我々 NL のスポンサーにサポートしてもらってんじゃないか。で、そういう、で、J リーグは水野のユニフォーム着なくちゃいけないという、決まってたんですよ。うん。で、ね、だからまあそこがプロ意識でしょうけどもね。うん、じゃあ俺は NL だから、で、マーク、トレードマークをね、ペンキで消してるんですよ。マジックそれは出すよね。そうそうそう。で、次、その、この試合の翌日の新聞の、スポーツ新聞を全部、そこの、水野さんの社長さんが全部集めてみたら、んこれはおかしいとかなんかなってちょっと調べろとかなんかなという話を聞いたことありますよ、確か今から思い出したら
もう参加させる。もうプライドですか、ジーコさんの。もうプライド、プロなんだから、お前。プロ、俺らは、あの、NA からあのサポートしてもらってんだ、というようなことを怒ってましたね。本当だ。ほら、色違うでしょ。色違う。本当だ。ね、そうだよね。本当だ。え、佐藤さん、この試合だけ？いや、ずっとですよ。ずっと？で、まあ、いろいろと、関係者がこういう状況、こういうことでこういうふうになってるからということで、世界じゃでもありえないんだということを、しぶしぶ了承したはずですよ。そうだったんですね。そういう、あの、あれがあったと思います。そういう話があるんですね。ありました。うわ、それはここだけしか聞けない。すごいレアな。ここだけしか聞けないそれは。本当に話。あ、実際にあのツイッターで質問が来てまして、ひよりさんからいただきました。ジーコさんとの思い出でのエピソードを一人一つ紹介してください。今ちょっと佐藤さんが一人いただきましたが、黒さんどうですか。はい、改めてジーコとのエピソードありますか。俺はやっぱり一番はこの開幕戦に出れなくて、うん、ね、やっぱそれですごい悔しい思いしてて、で、やっぱりそういうこともやっぱジーコは分かってくれてて、で、まあ何試合かこうずっとそういう状況が続いてて、チームも勝ってて調子良くて、まあ俺もなかなか試合に出れなくて、で、やっぱある時、やっぱりクラブハウスで、ジーコと一対一で、そのことについて話をして、うん、まあ、ジーコ自身もそういう時があったっていう代表言ってて、そういう話をされて、だから、まあ今、まあチームのために、あとはやっぱり自分のためにしっかりここ何とか耐えて、そういうチャンスが来た時はもう必ず、うん、あの、結果を出すようにやってくれみたいな感じで話をされて、うん、もうやっぱりそれはもう自分も納得してああ、うん、やったっていう。すごいですね、それジーコにそうやってこう本当にその先ホックについて教えてもらうというかこう諭されるというか、すごい嬉しいことでもある。まあ、俺だけじゃないんだろうけど、やっぱりでもすごくこう、やっぱり人にこう なんていうんですかね、気を配ってくれるっていうか、いろんなことも見てる、見てくれてるっていうか、うん、そう、そういうのはすごく感じましたね。だからやっぱりね、試合出れた時にはやっぱり期待に応えないといけないし、うん、そういう気持ちにさせてもらったっていう、うん、で、まあね、それでこう出始めたらもうやっぱりあのずっとこう今度出れるようになったっていうか、うん、チャンスをもらって、まあそういう状況だったから、うん、そんなエピソードがあります。ああ、いや本当こう、やっぱその辺はやっぱりこう、うん、あれですか、加藤さんもあのなんていうかな、ジーコのそういうマネジメントとかというのも今までその日本人があんまり知らなかったようなこともやっぱり上手だったんですか、その当時から。やっぱりうまいですね。結構厳しいことはズバッと言います。もう、うん、これでもかぐらいの厳しいこと、まあマンさんなんか聞いたらよくわかると思いますけども、もうかなり厳しいことよ。でもそういった今黒も言いましたように、その裏の陰ではやはり逆に俺の言いたかったことはこうだということを冷静に伝えるそのフォローの仕方というのはやっぱり絶品ですね。うん、そういうところの声のかけどころで、例えば一つプレーをミスした、でも例えばシュートミスしました、あ、悩んでても心配するな、うん、お前に助けられた試合は何試合でもあるんだからというような形でフォローしてくれたりとか、まあ、そういう意味じゃその何て言うんですか、必ず彼は、まあ、ジムなんかはファミリーということをよく言ってましたけども、うん、その部分は我々がまたカバーするから気にするなというようなフォローの仕方とか、そういうのはすごく何て言うんですか、隅々まで行き渡ってるか気を使うというところがありましたね。はい、これ、まあ、今は後半あっという間に始まってしまいましたけど、ハーフタイムは、これ実際、その2点で、まあ、2-0で、どんな雰囲気だったんですか。うん、もう、やっぱり一番最も危険、さっきもみんなも話出てましたね、やはりまだ終わってないということ、それと2-0というのは、一番危険なサッカーでの点差だから、まだ0-0の気持ちで戦えというのが、やっぱり一番の入りどころでしたね。
まあ、やっぱ選手見ても、なんかこう、ごめんなさい、選手見ててもあんまりこう、なんていうかな、ニヤニヤしてないっていうか変ですけど、うん、2-0 でもうすごいやってるけど、なんか逆に表情を引き締まったというか、そうですね。立ってますね、うん、もうここから。もうここからはもう今度は絶対勝ちに行くぞという勝利にこだわる部分で、今の大野選手のそのね、やっぱりあの体を張った守備にしてもそうでしょうし、相手は手を取りに来ようと思って必死になってくれるし、こっちは逆に受けに回ってしまったら2点差なんてもうあっという間にひっくり返されるぞということがね、出てましたし、でやはりこれあのこういうふうにこの気持ちで行くぞという下地になったやっぱりあのイタリアでのそのクロアチアでの終わってからのそういうトレーニングですね、また結構ゲーム形式のトレーニングでもやはりちょっとしたミスとか、プレー一つ一つに妥協を許さないというかね、そういう細かな細部のプレーの指導とかあの指示とか、そこらを宮本さんと一緒に結構、協力してやってたような思い出がありますけども、あの人たちでここ90分準備ができたというところがあると思います。黒さんもこれだから、まあ当然あの出たいって思いはあったでしょうけど、うん、いや本当全然まだまだうちら俺たちいけるぜっていう感じで後半入った感じですか、その雰囲気としては全体の。まあもちろんね、その気を緩めたらやられるっていうかそういうところはあったと思うけど、まあ本当にさっき佐藤さんも言ったように次の1点が勝負っていうか、うん、ね、ああそういう状況にはなるかと思う。ただまあ俺もベンチで見てて、当時交代2人じゃないですか、2人枠。え交代2人 ?2人枠だよ。2人なんすか ?16 名登録の2人だね。2人そう、5人交代のキーパー1人いるでしょ、だからフィールド4人のうちの2人。忘れたわ。そう、だからね、1人、まあ奥ちゃんがね、ちょっと負傷退場しちゃったから、デイリーが入って。うん、もうあと1枠っていうところで、うんうん、あ、そうだ、まあ、チャンスがあればなとは思って見てたけど、うん、絶対点取りたいっていうかそういうのはあったけど、そうだったんですね。そうだよ、うん、そうか、ね、やっぱり1枚先カード使ったから今度2枚目というのは、まあ、ゴールキーパーになんかアクシデントあったりしたら、うん、ということも準備しておかなくちゃいけないでしょうから、なかなか切るタイミングというのはね、ベンチとあの選手にとってはもう今かというのを待ち焦がれてるでしょうけども、いや難しい時間帯でもあったんですね。ね。奈良さんこれ、はい、このゲームってその、はい、まあ、テレビで見ててどんな感じだったかっていうか、どんな感想だったかって覚えてますか。うーん、まあオープニングというか最初にも言いましたけど。まあ、ジーコさんとマリネカが出てるっていうところもあったし、こう、ほら、こう、アントラーズってギリギリで入ったじゃないですか。で、ね、その前の年とか JCL 一部じゃなかったし、力的には、なんか名古屋の方が上なのかなっていうふうには思ってたんですよ。まあ、そういう見方もあったんですけど、まあ、前半、衝撃的な2ゴールが、あったので、まあ、それをこう、うん、いい意味で裏切ってくれたなっていうのはすごく感じましたけどね、うんうん、そこは確かにこう A で見ててもほとんどなんていうかなリネカー映ってこなくて、はい、うん、大半がジーコがやっぱ出てきてますね。多分前半の序盤ぐらいですよね、リネカーはね、うん、最初のね、ちょっと出てきたよね。大野俊三さんがもう完全に完璧に抑えてたからね。抑えたね。それって、なんかミーティングであったんですか、そこの、リネカー。リネカーいうのはやはりね、ああいうふうに、イングランドで活躍した、やはり代表選手でもあったし、やっぱりそこのところはやはり絶対ポイントとして、前半の入りのピッタ・ジョルジー、プラス、やっぱりリネカーのところの外人プレイヤーは、ちょっとした隙を狙ってるぞというのは常々言ってますからね。ハーフタイムの時でもそれの指示は出てました、確かに。ね、だから俊三さんも多分ファーストステージの活躍で代表に入ったわけね。そうそうそう。だからドーハで俺らも一緒に行ってるからさ。まあ こういった外国人選手をパーフェクトに抑える
力というのはやっぱり認められて、やっぱりね、代表への道長かったと思いますし。この時はまだ俊三さん入ってなかったんですか。このターンの仕方すごいな、これ。はい。おお。この時は入ってなかったですね。まだ入ってなかったんですね。誰か、俊三さん。はい、俊三さん。まだ入ってない、入ってない。だから一次予選の時は、まだ入ってなかった。あ、そうだったんですね。二次予選っていうか、最終予選になってから、入ったっていう感じ。マサも入ったよね。マサは、いや、入ってないですね。入ってなかったっけ。マサもなんか一回。ちょっと、なんか代表の海外の遠征には行ったんですけど。そうだよね。一回なんか招集されたよね。一回招集はされたけど、最終の。ワールドカップあれではなくてね。最終予選には入ってなかったです。うん、改めて試合見ると、3枚のこう中盤。あら、すごかったですよ。すごいっすね。すごい、すごい、すごい。石井さんと。すごい、すごい、もう。ね、サントリーと。本田さんの、これ、もう、これだ。そう、3点目ね。うん、すごい。まあ、でもやっぱ考えたら、ここまででもう本当、取るべき人が取ってますね。うんうん、もうこの時はね、もうほとんどこれでこれ、ほらほら、おかわして、これね、佐藤さん、アルシンドってこの時いくつですか。この時は24ぐらいじゃなかったかな。20、アルシンド俺の一つ上だから25ですよ。 25か、25歳、6か、うん、6、そうだよね、そんなもんやね、まだね、うんうん、まあね、まあすごいゴール入れるじゃないですか、うん、このね、この年、うん、で正直こんなに活躍すると思ってました。それは窓口をつけたズイゴなんかもここまでやるとは思わなかったというコメントは出ましたから、うん、やるだろうと、やるだろうと思う、うん、運動量もあるしスピードもあるし、ドリブルでの個人の突破もできるし、うん、まあそこそこはやってくれるんじゃないかという思いはあったけども、ここまで人気が出ると、やるとは思わなかったっていう言葉聞いた。今でも覚えてるもん、なんか一番最初はアルシンドがなんか練習っていうか合流した日のこと、うん、なんか新浜って古いところの隅金のグラウンドのところで、なんだこの変な風貌のやつ来たなと思ってこの時ってアルシンドだけですか、外人入ったのって。サントスは前年からいましたからね。はい。で、アルシンド。ミルトンと変わったんですよね、だからね。そうそう、ミルトンと変わったんですよ。ミルトン・ダ・クルスと。ああ。うん。で、若い方にヘジスというのと、うん、カリーニョスというのが2人いましたから。はい。うん。だから、ブラジル人トップで3人、で、サテライトチームに2人という感じだかな。うん。じゃあ、この黒さん、このあれですか、やっぱこう髪型ですか、やっぱり。髪型となんか風貌、風貌と喋ると甲高い声と、はい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 、ほんとカッパだなと思ったよ。そう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 。そう。多分1月ぐらいに来てさ、俺も1月ぐらいは多分いたから、うん、まだ。で、それでこう、ちょっと練習したけど、で、その後、代表で抜けて、うん、でもこう練習試合とか鹿島の練習試合やったこうあったね、やったね、結果とか見るじゃん、いろいろ新聞とかで。そうするとやっぱアルシンド点取ってんだよね、うん、うん、練習試合とかでも、うん、だからやっぱすげえんだなと思って。そうだったんですよ。でそれであれですか、このシーズンはピッチない外でもね、外でもね、外でもね、大ブレイクしてね、大ブレイク。もう今の若い子知りませんけどね、選手はね、ね、あのセリフはね、当たり前ですか。当たり前、当たり前です。友達なら当たり前で、ね、すごかったですよね、本当。まあ、そのぐらい活躍しましたよね。あら、すごかったですよ今ね。あ、石井さん、石井さん、ね、そっか、石井さんもすごかったな。この石井さんは鹿島の前どこですか。NTT 関東ですね。あ、NTT 関東。今の大宮アルディージャかな。はい。順天堂大学出て、で、NTT 関東入って、で、それで、まあ、NTT 関東さん、あの時まだね、プロというあれはなかったでしょうから。で、それで、
自分もやっぱり、やりたいということで、まあ、当時まだスミキンからアントラーズに変わる時期でしたけども、運動量ありましたね。ダイナモ。さっきもちょっと話したじゃないですか。ね、あのホンダ、サントス、石井、この3人。すごいですよ。ね、今昔だから走行距離とかないけど、どれぐらい走ったんだろう。まあもう、まあサッカーのね、あれでしてもやっぱりこれだけボールに絡んでボールにいってるから、まあ最低でも11ぐらいはいってんじゃないかな、いうぐらいの。もう3人ともそう、もっと行ってんじゃないですか、これ12、3キロ走ってんじゃないかなぐらいのね、うん、あサントスが来た時なんかはもう、この前の92年でしたけども、山崎ナビスコカップの準決勝の時なんか、あれ、確かベルディとやったかなと、あの時読売ベルディでしたけども、あのやった時なんか、自陣のコーナーキックを防いで、今度、ゴール前のとこに、あれ、もう来てるという。それぐらい、サントス2人いんのかいなぐらいの素晴らしいスタミナしてましたから。サンちゃんでも止まってることなかったですもんね、なんか。もう常に。ランドで。だから、サントス走りっぱなしっていうか。まあ、サントスの話になったじゃないですか。うん、なんかすごい自己管理が。徹底しましたね。なんかすごかったって聞いたんですけど、すごかったです。どんなところが。例えば、ステーキとか肉がでしょ。はい。で、肉が出たら、大体、脂身が大体ついてるじゃないですか。はい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 。で、はい、まあみんな、まあいいか。で、このままバーッと食べてしまうでしょ。うん、はい。サンちゃんの場合はね、脂の筋をずっと一つ一つ抜いていくんですよ。もう、筋まですーっとこう、ナイフとフォークでこう、さばいて、すーっと散らしていって。で、最初、まあ、形があったら、その形から3分の1ぐらいの肉を食べる感じですよ。うんうん、もう本当に脂身をすり落とした状況でお肉を食べると、もう徹底してましたね。で、必ず飲み物は 100% のオレンジジュース、うんうん、でそれだけです。で、一時ね、ブラジルキャンプが一回あった時にね、行った時にもう暑い暑い中でサンドスがもう4試合連戦ぐらいでもう中1日でやってて90分フルで出た時期があったんですよ。で、さすがに暑くてもうたまらないで、でペプシコーラが飲みたいということになって、で、珍しいサントスがコーラって言ったら、彼の飲み方のすごさ、思いっきり炭酸を抜いて振って振って振って振り抜く引き出してむしゃもう炭酸ゼロに近くして飲んでたんですよ。で、それで結局グリコーゲンとかそういう糖質を持った。だってもうそうなったら甘いジュースですよね。もう甘いジュース、本当のなんていうの、もう本当の甘みだけ、いや本当そうですよね、甘みだけ、すごい徹底ですね。しましたですよ、自然しナチュラルだよね。でも、うん、自然のものが好きっていうか、ナチュラル、本当にね。だから野菜とか多分フルーツとか大好きだし、うん、あとあれですよね、お風呂大好きでしたよね。大好き大好き大好き長風呂あれ夕肥料の、そう夕肥料、あ、そうだったんですか。え、どんぐらい入るんですか。ね、長風呂で、サウナも、もう、例えば、まあ、10分ぐらいやったら、まあ、5、6セットぐらい入る。で、水風呂があったんですよ、あの時。まあ、今もありますけども。その水風呂が、一回出て、水風呂に入ったら、そのまま鼻をつまんで、水の中にブクーッと沈んだら、3分ぐらい出てこない。マジ3分ぐらい。3分マジ3分すごい。本当にすごい。で、彼、例えば、プールトレーニングをやろうと言ったときに、今、日本製鉄さんのところの施設でプールが、25メーターのプールあるんですけども、じゃあ今日はリカバリーだ、プール行こう、ってプール行ったら、じゃあ、はいはいはいと言って、ボボボボッと潜って、スーッと上がってこない。大丈夫？で、どこまで行ってんの？言ったら。で、向こうターンしてきて、ずーっと、まだ上がってこない。まだ上がってこない。で、50メーターぐらい1往復してきたら、ふわーっと出てくるんです。息継ぎなしですから。ものすごい肺活量ですね。肺活量がすごかったですね。肺活量がすごかった。そこのこだわりがあるからこそですね。うん、もう、そういう肺活量、まあ自分の体の、はい、良さでしょうけどね。
だからまたゲームの中で、ね、はい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 、ある意味あのアルシンドとは真逆です。え、黒さん、アルシンドはどうだった、まあ、真逆ですか。アルシンドはもういあのもう勢い、あ、もう好きなものを食べる感じですか。自由人でしたね、まあ、自由、まあ、ある意味あのナチュラルだけどね。うん、あ、まあある意味そうですね、間違った意味のナチュラルさはあるね。そうそこはこうなんかやりすぎるとジーコさんがちょっとこう、そう、あ、注意を与える感じですか。注意、まあ最初的にはそうだよね。あ、まあそうだった。だから、言葉の勢いがなくなって、おお、これも素晴らしかった。ニアポスト入ってね。あ、これ覚えてる。これはすごかったな。これは何回ももう、あのね、出てきますね。これでも、一回、ちょっとこう、そう、止まってるじゃないけど、あれなんだよね。外す感じでね。外してんだよね。で、ぐっとこう、入って。はい、まあ、あの体勢で左のボレーでああいうふうにミートできるその技術も素晴らしいけどね。これであの体勢で密集でこうね、あそこからグッと入ってますね。これね、見てるとサントスも入ってますよね。入ってる。そうね、これすごい。4点入って、確かね、これね、サントスが多分内転筋がなんかちょっと、あ、そうだったんですか、炎症を起こしてたと思うんですよ。あ、でこれ多分サントス交代するはずですから、ここで間もなく多分ちょっと痛めてた子までいかなかったでしょうけども、少しちょっと違和感を感じてたんじゃなかったかな。あ、ちょっと気にはなってたんですか、試合前から。そうそう、前半の時にちょっとこう、あ、やっちゃった感じなんですね。そうだ、でも走るっていう、走ってるの。すごいっすよね。走って、だって前行ってますよ、これ。そう、すごいよ、ほんと、サンちゃんは。これはすごい。あ、黒さん、ちょっとまた脱線していいですか？何？いいよ。黒さん、いや、あのほら、このサントリーシリーズでね、うん、レッツと試合やったじゃないですか。レッツと。うん、やった。で、ほら、福田さんが点取ったじゃないですか。うん。で、ほら、あっという間にアントラーズ、黒さんですよね、あれ。そうだよ。うん。で、ほら、ね、5点目が入りました。5点目入りましたね。5点目入ったよ。それ後で話す。それ後、あと、それ後、それ後、取っとこう。それ後でいいよ。ほら、もう。これ5点目。ほら。ループで。ループ。ね。もう、あれ、佐藤さん、スタジアムは最高潮ですか？最高潮です。もう5点目入ったらもう最高潮どころか、もう、酔いしれてたいう感じですね、みんな。あ、ね、うん。いや、ほんとだ。ああ、俺、こういうとこの。いや、これでほら、サンちゃんがやって追い越してますよ、だって。だから、そういうね、なんというか、献身的なプレイというかね。そういうところはすごいな。これで5点。5点。すで、これで。それで吉田が入ったのか。吉田ね、サントス変わって。あ、吉田。まあさすがに5点となると、やはり残り時間考えたら、うんうん、ね、まず休ませる方が大切だろうということで。そっか、なんか懐かしいですね。ちょっと短パンもね、今と違って短いしね、短いってね、短かったな、これでもグラ質問あ一つ来てて、さっきあの背番号の話あったじゃないですか、固定じゃなくて、はい、で、それ、どうやって決めてたんですか？もうポジション別にね、あの時はポジション別に、で、あるチームの監督さんなんかは、フォワードの選手に、それよりさっきの秋田じゃないですけども、フォワードの、あのディフェンダーの選手に10番つけさせとか、そういうちょっとこう、ポジションを混乱させるためのつけ方をしたりしてる人もいましたね。おおむね、うん、おおむね大体キーパーがあの1番であれば、右から2番、3番、センターバック4番とか、あと、あの5番で本田選手は6番とかで7番、うん、8番が中盤 あのサイドの選手とか、まあ大体前線が10番11番9番とかそこら辺りの、まあ大体こう順番的に守備中盤フォワードというふうに決まってますけどね。だからそこでやっぱり監督さんの色とかで
変える方もおられたように思いますけどね。まあ、G 以降は基本的にはもう10番。もうそこはもう鉄板ですね。もう鉄板ですね。鉄板ですね。そうです。10番以外はつけたことないですよね。10番以外の思い出はないですな。ないですか？ないですね。ないですか？あ、じゃあ、じゃあサブにも入ってない、1回も。サブにも入って、サブ、練習試合とかありましたけどね。ああ、うん、公式戦で、じゃあサブも。公式戦ではなかったんじゃないかな。でも、あれ、チャンピオンシップって入ってなかったですか、第一戦かなんか。違った？あれ？チャンピオンシップの時は。第一戦。ベンチにいなかったでしたっけ？ベンチ。聞いたことあるか、でも、それやったら。あれ第1戦の時だけ、サポ膝巻いてた時の第2戦の時、あれも国立でしょ、2試合とも国立。第2戦はもう出たじゃないですか。うんうんうん。多分第1戦の時はベンチでいたんじゃないですか。試合には出てなかったけど、結局。っていうことで、その時もしかしたら十何番かもしれない。俺もちょっと忘れちゃったけども。ね、そうか。あの時両方国立でしたもんね。そう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 。そうか。そういうことか。そうそう、黒さんすいません。あの質問。レッツ戦戻る、うん、いいよ。はいはい。あれすぐ点取ったじゃないですか。うん。もう、あれ、もう黒さんが言ったんですか？もうやっちゃおうって。やっちゃおうっていうか、うん。そう、審判に、はい、一応確認取って、はい、で、それなぜかっていうと、はい、その前年の92年の時の、ナビスコカップの時に、うん、準決勝の時に、ベルディが1点、先制点入れた後にジーコがやったのよ、それ。あ、そうなんですか。やったの。あ、はいはい、ジーコがもうベルディが喜んでる間に始めて、うん、そうそうそう、で、点取ったんだよ、それ。入ったの、ゴール。ロングシュートが、すげえロングシュートがもう入っちゃったの、はいはい、そしたらそれ認められなかったんだよ。じゃあそこではジーコさん激怒して、大激怒。もちろん激怒したけど、それはなんか審判がなんか認めなかったから、うん、審判の許可取らないでなんか始めちゃったからみたいな感じで。そうそうそう、そういうことか。で、はい、俺はそれ覚えてたんだよ。はい、さすが。さすがっていうかあれだけどさ、でもそれが残ってたから、はい、それでもう喜んでる間にその時の審判、うん、多分菊池さんっていう人なんだけど、その人に、はいはい、うん、やってもいいって言ったら OK みたいな感じでやったから、それでガッと始めた。ああ、じゃあそのまま、あの左足が。そう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 。すごい。あ、そういうことがあったんですね。そう。そうだったんだ。え、あの時じゃあセンターサークルで黒さんと、あの時誰ですか？アルシンド、アルシンド。ああ、じゃあお二人で。俺が出して、はい、俺が出してんで、アルシンドがドリブルで仕掛けていって、で、相手が自分たちのベンチ前からガーッと入っちゃう。覚えてる、覚えてる、覚えてる、覚えてる。一応奥さんにね。はい、やべ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 え、いう感じで。で、アルシンドシュート打つかなと思ったんだよ。はい、うん、でも俺フリーだったから、はい、こっち来いと思って、はい、うん、でそれでこう逆サイドにこう流し込んだっていうか、はい、じゃあ、うん、それであのゴールが生まれたんですね。そう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 、そういうことだったんです。それ聞きたかったんですよ、黒さんに。え、単なるチンプレーに見えるけど、奥が深いよ。奥深いですね。そうそうそう、そっか、経験値の賜物のやつよね。そのナビスコカップがあったってことですよね。そうそうそう。それがあって、あのゴールが生まれたってことですか。うん、あれなかったら、多分そのジーコの、その、あれがなかったら、うん、多分やってなかったと思う。ああ、そのまま待って。うん。だからもうね、あの時から、ルールを熟知したような、うん、ルールをうまく、そうですね。なんちゅうの、うん、うまい駆け引きを使いながら、この隙を狙うぞというね。別にルール上でやってることだからさ。そう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 。そういうことか。マリーシア。マリーシア。マリーシア。さすが。そうか、それであのゴールが。え？そう。いや、ほんと、あれはだって、もうびっくりしましたもん。びっくりした。あれでも、だって、黒さんも、入れたじゃないですか。ね。ね。あれはすごかったな。あれもやっぱりシュート練習の賜物じゃないけど、それ入るからやっぱり余計ね。うん、いや、その週明けのあれですよ、トレーニングの佐藤さん、うん、週明けのあの6キロ走
午前中走って、午後は2部連の午後はあのシュート練習、ひたすら1時間半、ね、2時間ぐらいのシュート練習の顔ものです。いやもう本当、イタリアキャンプからこの時期のトレーニングの今、たまに見たりしたらね、あの紅白戦は35分、必ず2本。2本ですか2本。2本。今のね、なら今のご時世だったら、なかなかそんな2本やらないでしょ。やんないですね。やらないで、ね、やんないでしょ。やったらもうブーンって怪我する、はい、確実に。35分以外、うん。オフ明けは必ず2ブレンだったんですか、オフ明けの、だいたい午後から、あの、確かね、午後からやって、で、その時6キロ走みたいなので、一人一人のタイムを測定するのよ。ああ、そうなんですね。そう。で、それで測定して、だいたい、あれ、黒6キロやったっけ、多分そう、あの、ね、だからクラブハウスあれ12周してるじゃないですか、6周、必ず。そうそうそう、12周して。で、練習はもう至ってシンプルなもんで、それやってちょっと補強やって終わるぐらいで。だから1時間ちょいぐらいかな。かったかな、午後から。あのね、時間によってね、キックオフ時間、前日のキックオフ時間が、あの、あ、そか、ナイターだったら午後になるとかね、ちょっとこう、はい、昼間の試合だったら午前中やろうとかね。そういう午後、午後とかだとシュート練習を、だからみんなで、みんなで、ね、全員でシュート練習だから、その1時間半とか、それぐらいみんなでシュート練習やると覚えあるもんな、ね、うん。で、火曜日の日が午前午後やったよね。午前中ちょっとフィジテクみたいになって、午後、なんちゅうの、ああいうちょっとアレマンみたいな、7対7対7みたいになってね、そうそうそう、で、うん、次の日が 1回だけで紅白戦みたいになったりとか、うん、ね、うん、そういうような流れで、35分2本というのは、今の選手だったらなかなか理解してもらえねえやるけども、そうですね、うん、それを本当、みんなチームで黙々とやってたんですね。そうそうそう、そう、それ、その、え、はい、はい。だからそこでまた面白い話あるよ。どんどん出してください。黒さん、どんどん話してください。どんどん、どんどん来てください。何すか、何すか。いや、その6キロ走の話だけどさ、はい、はい、はい。あの、アルシンドが結構点取ってたじゃん。はい。でさ、ある日さ、その6キロ走さ、アルシンドがさ、なんか、ゆっくり走ってたのよ。はい。うん、うん、うん。なんか、そしたら、ジーコもやっぱ来てて、まあ6キロじゃないけど、こうコンディショニングじゃないけど、周り走ったのよ。はい。で、なんか、その時はアルシンドがサボって途中でなんかやめようかなんかした時に、うん、もう、ジーコ逆サイド走ってんのね。反対サイドだよ。はい。そっからもうアルシンドに、ポーハーだからね。え、もう本当反対サイドですよね。逆サイドだよ。あの、クラブハウスは逆サイドに多分走ってる、そこじゃあみんな聞こえてますよね。うん、ある聞こえてる。それ、佐藤さんも覚えてます？なんとなく、あったことは覚えてる。で、とにかくね、かあの多かった、今黒言ったように、アルシンドはこう、ちょっとこう、やっぱり、有頂天になって、ちょっとやはり、うん、なかなか自分で思ったように、こう結構いい、いけるじゃんという感じで、でそれで有頂天になって、調子乗り出してきたときに、大体、ジーコのお父さん、あそろそろ来たぞでネジ締めようかーいので、こう必ずそのさじ加減というかタイミングというか、そう今やな、ちょっとここはきついやっとこうかーいう感じで、そこはうまかったね、やっぱり締めのうまいよね、だからね、こうキュッとか、じゃあこういつも言ってるわけじゃないですよ、ジーコさん、ね、ない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 、もうその時なの、その始まる時なんだ、ああそうかブラジルはこうだ、あー、まあ、なーだ、もうしょうもないあのテレビ局の話の、あのコメディ番組の話のみんなで盛り上がりながら、はい、はい、始まりました。そうだったんですね。だからアウェイとかも、アウェイとかのさ、遠征とか行って、勝ってやっぱ帰る時の新幹線とかさ、チェック。うん、やっぱね、こう、ブラジル人の人がすごいガーッと、ガーワ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 ー騒いだり、ああだった、こうだったとかって話するじゃん。はい。で、オフ明けの、なんかそういう6キロ走の時とか、今度アルシンドがその流れで行くと、キュッと絞られちゃう。そうだったんだ。もうアルシンドだけですか、そうやってこう、キュッとこう。まあ、若いああいうヘイズとかね、うん、まあ、18歳、20歳ぐらいのやつらも、あのアルシンドとちょうど、一緒のレベルやったから、アルシンドーって、買ったもんやから、おい、飯食いに行くぞーとか、結構アルシンド兄貴分的に、次に行って、食いに行ったりとかね、で、それでちょっと夜遅くなったりとか、そういうのになったりしたら、また、ギュッとこう閉めるいう感じで、うん、ではありましたね。
そうなんだ。それはもうあれですか、もう日本人のその若手とかにもこうピリッとこう。で、日本人は逆にそういうところやっぱりリーゴの部分というのはもうなんていうの、やっぱり日本人はそういうところはやらないという生真面目さみたいなね、あまり強く言い過ぎると日本人は萎縮してしまう傾向にあるということを自分なりにやっぱり思っていて、で日本人にはそういう言い方はあんまりしなかったですよね。スタッフには結構いましたけどね、その分、うん、そうだったんですね、うん、スタッフにはババババババなって、はいはいはいという感じで、うん、来ましたそうなんだ。だからそのなんかやっぱ観察力ですか、うん、うまいよね、だからね、やっぱりそう、うん、ブラジル人を通してこう日本人にそういう風に伝えてるとか、そう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 、うん、やっぱそういうやり方はもちろん直接日本人にね言う時もあるけど、まあ、あるけどね、選手に、あ、あったんですか、うん、あるよ、それ。そうだったんですね。そう。だからそういう、なんかやっぱメリハリがやっぱすごいんですよ。聞くとね、やっぱりね、うん。それはすごいわ。すいません。ちょっと投げ銭の皆さんから、はい、すいません。ありがとうございます。ご紹介。いや、話が面白すぎて。すいません。でも話が面白くて、どんどん投げ銭いただいてて、本当にありがとうございます。本日最高2万円いただいたこじこじさんから、サントスのキープを追い越す動きすごい。この献身的なプレーに投げ銭。それから AR0905 さん7000いただきました。鹿島アントラーズが創立してからずっと応援しています。再開まで一緒に頑張りましょうと、いただきました。あとは、鉄さんが3000、鹿島アントラーズ最高といただきました。佐久間俊久さんが5000、優勝よろしくといただいております。で、これ多分自分のところに届いただけなんで、あとアンソさん3000、アントラーズのために今できることをみんなで、シカユノさん3000、ずっと応援しています。それから匿名で2万円、も来てますね。たくさん本当に来てまして、どん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 本当にサポートいただいますんで、すいません、楽しいお話続いてました、申し訳ございません。でもやっぱコメント見ててもなかなか聞けない本当裏話がすごい盛り上がっているので、うん、僕はただとこう鹿島ファンとしてただ聞いてるMC って忘れてるんですよ。すみません、これはこれはすごい。これ佐藤さん、はい、これフィジカルのメニューとかってあれですか、佐藤さんが決めてたんですか、当時も。だ当時もうこっちで全部決めてました。で、まあ、ディーゴに今日はこういう内容やるよ、こういうフィジカルやるよという感じで、だからこいつのこの選手は少しちょっとこの前筋肉のところがあったから、ここはちょっと別にしようかとかいう話を細かく詰めたりしましたね。で、一番極めつけてね、なんでこの人というのスタッフに厳しさというのをこう紹介したいんですけど、イタリアキャンプの時にね、そのクロアチア戦の敗戦を受けて結構チームのムードがガラッと入れ替わって、かなり厳しい日々を過ごすようになったじゃないですか。で、それでインテルとインテルミラノかな、はい、そこと最終戦をまあインテルは優勝がかかってる大事な時期、ちょうど4月のね下旬頃でしたから、でちょうどリーグも佳境に入って優勝を狙える位置いると、でそこでインテルとやらせてもらえることに対して我々はしっかりとしたゲームをやらなくちゃいけないんだ、ただ相手も優勝の可能性あるんだから削りに行ったりラフなプレーは絶対するなというお触れがあったんですけども、ただその中でそういう大会の試合が近づいてる前の最後の少しちょっとここでジーゴちょっとコンディションのところを調整入れとった方がいいんじゃないか、帰りにやっぱり 1.5 日もかかるし、やはり体試合のところもやっぱり最後の今日しかないというんで、3日前ぐらいでしたかね、ちょっとフィジカルを入れたいというので例のその合議制でのミーティングやって、おし分かった、じゃあここで入れようと、でどういうのやるって、まあそれほど時間取れないからインターバル形式のやつで10本ゴールラインからゴールライン、みんな奈良とか黒さんよく知ってると思うけども、そういう練習練習10本やろうと、それで入ってくる、よしよかった、それでもう準備していくぞって言ってグラウンドへ行きました。はい、行きました。そして来ました。じゃあ、はい、今日は最初アップ終わったらちょっと最初刺激入れるからコンディションとか入れるからただジーコのいいよはフィジカル何考えてんださっき話したじゃないですか。なんで話したやん。どうやんな、こんな時やるなんて。でもそこでね、我々もうやった、もうそう言われるの分かっとったから、ノーノーノー、やらなダメだ、やるやる、もう強引に行くぞって。で、リュウ君が後ろの方トロトロ走ったら、もっと上がれ、もっと走れ、今走ってこなきゃ意味ねえんだっていうふうに言って、ちょっと
なんという人だこの人はというふうなあの思いもある。最終的に言いたいのはやっぱりジーコも選手なんだと、やはり選手側を向いてスタッフと話はするけども、スタッフの時のスタッキの顔で選手としてはやっぱり自分は選手なんだという選手のやはりそういう一面というのはやっぱり見せるというかね、そういう使い分けのうまいところの一面もありましたね。佐藤さんが言ったんですか、ジーコさんに。もっとジーコ、もっとペース上げはダメだ、今しかないぞと言うんだ。まあ、ポルトガル語で例ののワードが、はいはいはい、ワードが入るね。なら佐藤内さんしか言えないよ。まあそうですね。佐藤内さんかセニュールぐらいじゃないですか言えの。もうあの時にここでひるんではダメだ、ここで人生をかけようと思ったね、あの時は本当に。ちょっとあれ迷いました。いやもうあかん、もうこれやばいよ、これどうせ中年いう感じで。そうだったんだ。そんまさかそういうこと、あんだけ膝を詰め合わせてみんなで見送りしたじゃん。なんでやの、あんなもんお前、こんなお前ここで怪我したらどうすんだ、お前の責任だぞ、大丈夫もう行くしかないって言っちゃえって言ったけどね。まあこっちとしてはやっぱりそういう一人一人コーチも責任感持ってやれというのことを常に俺言うとったんで、うん、彼もやっぱり言っていたんで、やっぱりまあそういうこともありました。そうだったんです。それってそういうのって今でも言われることあります？いや結構ね、代表の時なんかでもやっぱり結構あるでしょ。で、あのジーコさんのふくらはぎを2回ぐらい肉離れさせたのはもう私です。まあ、あの時もありましたけどね。そうだったんですね。はい、顔がみるみる硬直していって、やっべ、これやべ、絶対やばい、やばい、やばい、いう感じの。そうだったんだ。そっか。これでも黒さん、これサントリーシリーズね。うん。まあこのまままあね、こう優勝するじゃないですか。うん。で、なんか優勝をこうしそう、うん、これで優勝するんだっていうそこきっかけをこう作ったゲームっていうのを覚えてます？もうこれ勝ったからこれいけるだろうっていう。それ覚えてます？まあだってまあでもこの初戦が一つのあれでしょう、やっぱりね、もちろん、うん、これやっぱり勢いつきました。まあさんやれるっていうそういう、うん、まあ一つの自信にはなった試合だったんじゃない、これがね、うん、そう。ただやっぱりその後の、はい、やっぱ試合の中でも、うん、やっぱりジーコがこうね、まあ年齢的なところとかあって試合全部出れるわけじゃないから、うんうん、逆にやっぱりいない時にやっぱ勝ったことで、うん、やっぱチームとしてのこう、うん、一体感だったりとか、うん、自信だったりとかっていうのはよりこう増したっていうか、俺たちはやれるっていうか、うん、そういうところもあったんじゃないかなと思うよね。だから、まあ、最初の、何の試合だろうな、やっぱり、ジェフ戦だったりとか、ああ、そうそうね。あそこら辺ぐらいからですかね。うん、これ、勝って次どうでしたっけ、相手。次、フリューゲルス。フリューゲルスね。フリューゲルス3-2で勝ったんかな。そう。確かね、3-2で勝って。でも、そう、フリューゲルスに3-2で勝って、で、その試合でジーコは途中で、そう。ん？怪我するんですか？怪我して前半で、はい。で、その時に、俺のことを呼んでくれたのよ。うん。来た。で、黒田やってんだよな、あの時ね。はい。そう。それって、前半、後半、どっちですか？後半？いや、前半。あ、前半。もう、あれも筋肉系やったかな？確かそうですよね。うん、右のコーナーの方にこうちょっとこうダッシュしたじゃないですか。ももかなんか痛めて、はい、で痛めてちょっとした瞬間にその時にもう、まあ自分でもできないっていうの分かったんじゃない。でそれって、その時に俺もベンチにいたけど、ベンチにいた時にこうジーコが俺のこと呼んだの分かったもん。ああ、そう、なんかすごいいいな、いい話だな。うん。そうだったんですね。じゃあそれで黒さんが入って、
そう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 。ジーコのところに入って、はい、あれどうなったんだろう。俺がトップ下かな。ハセとアルシンド。多分ハセアルシンドが前だから、多分ジーコのあの。トップ下みたいな感じで入ったんですか。うん。はい、これサントリーシリーズどのぐらいは連勝したんですか。僕あんまこれはってあれその後エスパかなんかに負けたんじゃないですか。あ負けたんですか。2-1かなんかで負けたんだな。このフリーゲースの次ですか。そうそうそうそ う, そ う, そうでその後勝って、うんうんうん、ガンバには勝ったんですね。確かガンバガンバあたりですか。うんうん、そうなんだ。じゃあ、あの、あれで、はい、で、その後にまた連勝したのかな。ちょっとそうそうそうですよね。3連勝ぐらいしたと思うんだ、確か。2対1とか、まあ、ちょっと僅差みたいな試合があったりしたけども。うんうん、あれ、これマリノスの試合はなんか天王山だったんですか、あの試合って。そうでもない。マリノスの試合は、あれがだから、大手かける試合かな。うん、あ、そう、そうだったんですね。列戦があれじゃん。列戦で決まったでしょ。列戦でもアウェーのあごのね。はい、駒場ね。駒場ね。はい、はい。その前の、その前の。マリノスが、ホームのマリノスが、その、なんていうか、王手ですか。で、勝って。そう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 。あ、そうだったんだ。あれ、列戦が最終戦だったんですか。まだあった。もう一試合やったら、広島が最終だったかな。うん。広島じゃなかったかな、最終戦は。そうです。でもそこはもう、広島で負けたっけ、負けたっけ。そうです。でも 勝ち点はもう開いてたから。うん、そうか、うん、そうです。あれでもレッツ戦ってあれ日本人選手だっけ。違うか。レッツ戦、アウェイのレッツ戦、はいはい、あの時はサントスとあとヘジスから出たの。サントスヘジスが出てたんじゃないかな。なんかあれほら試合終わってなんかゴール裏でほら、そう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 、それなんか出てるじゃないですか。写真撮ってね。はいはいはい、うんうんうん、あ、じゃあ、うん、そっか、サンちゃんとヘジスが出た。出た。そう、アラシンドが出場停止だったんで、ね、うん、あ、そうで、ジーコさんは怪我、うん、ジーコはそうそうだった、ね、そう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 、そうか。あのコメントも出てるんですけど、すいません、皆さん、いや、皆さん、すごい記憶力ですね。僕も思うんですけど、ポン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 出てきますね。いやいやいや、まあ。最近忘れること多いですけど。いや、だいぶ前のことですよ。すごい。聞かれてすぐそれだけ出てきて、すごいな。やっぱそれだけ印象強かったですね、もちろんですけど。まあまあ、そうですね。もう、印象は強いですよ、やっぱり。ね。うん。結構これ、見てると結構チャンスありますね。あるあるある。ね、うん、ある。チャンスシーンが結構多いなっていう。ハセなんかもう1点ぐらいね、クマ割っとってもおかしくないようなシーンが。うん、結構ハッサン外してるなっていうのがすごい。ここまでイシちゃんがここまで戻ってくるこれ。うわー、この時間帯で。すごいっすよね。90分やもん、もう。だからハセが外すたびに、あ、俺出番あるかなと思いながら見てたけど。あ、じゃあもうこれ。もうあれか、交代使っちゃってたってことですか。もう使ってるよ、もう。そう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 。そうか、そうですよね、吉田さん入ってたから。ゲーム終了、これで終わったんだ、うん、これで終わった、5対0。5対0。すごい。はい、で、すごい。完勝中の完勝で。まあ、これ、佐藤さんだから、まあ、チームスタートして、本当、いろいろその怒られた時もあって、こうやって開幕迎えて、でも 5-0 でスタートして、はいはい、最初の最高だったんじゃないですか、その入り方最高でしたね。ねえ。うん、これはもう最高でした。うん、ただね、まあ、知ってる方も多分おられると思いますけども、ジーコはマスコミに5対0おめでとうございますって、勝利おめでとうございますと言われた時に、うん、ありがとう、ムイトオブリガードと言いながら、でも、1対0で5試合勝つことの方が大切なんだという言い方で、うん、マスコミ対応を、されたという話、後で聞いてきましたけどね、まあ、5-0 は素晴らしい、ありがとう、うん、でも1対0で5試合勝つことの方がもっとありがたいというようなね、まあ、いわゆる今のこのレギュレーションで勝ち点3というのが
やはり上積みされてるんです。1試合だけ5点勝ってもその後に続かなくちゃダメだという意味のことを言ってたと思うんですけどもね、うん、そういうコメントが印象に残ってますけども、黒さん改めて開幕戦あのゲーム出られませんでしたけど改めて見ていかがでしたか、うん、それからいろいろお話できましたけど、まあ本当にこうねこの試合もそうだけどやっぱりね改めてジーコにこうプロとは何ぞやっていうのをこう、うん、教えてもらったゲームだったし、うん、まあそこにつきますよね、うん、でも本当にだからいや強いチームになれるし、いやますますだから出てここで活躍したいって黒さん思ったんじゃないですか。まあそうですね、まあ本当にこう鹿島っていうチームでね本当にこう最初の鹿島は何のためになんでなぜ鹿島アントラーズができたかっていうのもね分かってるし、うん、やっぱりそのために自分がやっぱりできることをやっぱり全力でやるっていう、やっぱそういうのもこう、うん、改めてその時思ったし、うん、もう心は一つに思いましたね。うん、奈良さん、ここだからこの試合見れば見るほどだからやっぱりその今のその強い鹿島ってやっぱなんかこっからスタートしたんだなって、ね、やっぱなんかジーコイズムじゃないですけど本当わかる気がしますよね。そうですね。まあジーコイズムとやっぱり改めて思うのはファミリーなんだなっていうのはつくづくこの試合を見て、あと黒さんとか里井さんの話聞いてつくづく思いますね。はい。本当ですね。はい、みんな一体感なんだなっていう家族なんだなっていうのは。本当にファミリーですね。本当にこう改めてそれをすごく感じました。いや本当です。まあでもねやっぱりそのチームだけじゃなくてクラブとしてもそれねやっぱりサポーターともやっぱファミリーっていうか、うん、やっぱそこがやっぱ鹿島の強さだと思うし、うんうん、やっぱこれこの試合がスタートでそれがより絆が深くなっていったっていうそういうところだと思いますよね。シカライブ、これちょっとなんか終わり的な感じで僕はコメント持っていっちゃいましたけど全然まだ続くんですが、このまだ続きますよね。続きますよ、はい、この鹿島と名古屋のゲームをまずご覧いただきました。この後、実は選手も登場して1時間ほどいろいろこう話し Q&A があって、でその後今度は、鹿島対磐田のゲームを今度ご覧いただきながらお話していくということになります。まあここまで第1部ということで本当にこの5対0、私たくさんもっともっといろいろ聞きたかったんです。時間が来てしまいました。佐藤さんと黒崎さんをお迎えしました。お二方どうもありがとうございました。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 頑張りましょう。奈良さんはまだこの後残っていただきます。残ります。残ってください。残りますよ。頑張ります。頑張って佐藤さん頑張ります。はい、黒崎さん頑張ります。5分ほど休憩をしまして、だいたい6時ごろから第2部のスタートということになりますので、まだまだこのシカライブ続きますのでご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。